さてこれでタオルタスクも終わりっと。今回はタスクも順調ねー。このまま最速で終わらせちゃいましょう。そうだなって。何やってるんだこいつらは。しれっと参加するな。一体何を思って彼らは回るのだろう。多分何も考えてないぞ。アモアスでクソプしてる時のプレイヤーの IQ は3らしいからな。南カリフォルニア大学生期。ていうかここ今6人もいるけど本当に大丈夫なんですか。ここで回る奴に悪い奴はいない。信じるんだその良心を。まあというか少なくともここでキルは起きないでしょうけどね。続々と脱落者が出てついに残り4人と。この人たちタスクやらずにいつまで遊ぶつもりなんでしょう。2000 years later。勝ったしたのに同じ光景。まあマジで一生回ってるからな。あらまた新しい人が来たわよ。参加希望者の方かな。新規加入者はいつでも歓迎だぞ。君も恥ずかしがらずに一緒に回る。一緒に回ろう。マルン、これマルンがやってました。私も見てたぜ。今確実に私たちの目の前でことは起こった。通知上げの気を見せろ。あ、自分シェリフです。なんか走り回ってたので適当に切ったら切れました。理由は特にありません。もう、インブ。相方はボクシングスタイルの八幡宮さんと。今回のスキンはサメスキン。かわいい。ちなみに今回はマットメイトもいるぜ。マットメイトは割と有名どころだと思うが一応説明しとくか。お願いします。マットメイトは簡単に言うとインポスター陣営ってだけのクルーだ。キルもサボもタスクもできないし、誰がインポスターなのかもわからない。ただクルーと違ってベントに入ることができる。とは言っても入るだけでベントからベントへの移動はできないけどな。クルーのベントタスクで追い出されたりもするからそこは注意が必要ね。それとコミュサボと停電は直せない。だからサボの近くで直さずにいるとマットメイトとバレちゃったりもする。はい説明終了。お疲れ様です。ちなみに構成はモーフィング1、インポスター1、シェリフ1、マットメイト1、クルー7の11人局です。開幕キッチン脇でピンク黄色と。脇人数的にちょっと開幕キルは厳しそうね。ここで諦めるのは簡単。私は初手キルを諦めない。他のことももうちょっと頑張ってほしいですけど。右側キルしたら確実に濡れるからここは全力疾走。ピンクがキッチンに残ってた割には若干治るの遅いわね。黄色と水色も向かってたはずですが。そんなこと後回しだ。キルボタン連打。誰か切らしてくれ頼む。願い叶わず。神様はちゃんと見てますね。まあこれは仕方あるまい。で、黄色死んでる？相方と走ってたから多分武器庫あたりでキルしたのかしら。これはキルハラスメントに引っかかる可能性大。これめちゃめちゃ白出せる人いますよ。とりあえず自分は白とほぼ並走してミーティング行ってるので無理です。紫ローズも停電中ずっと見えるとこでくっついてるので無理。自分はボタン押してるので位置的に無理ですね。自分はエンジン脇他の人に見られててそこから左に移動してます。最終コミュでダウンロードやってます。あまりにもまずすぎると。とりあえず自分はキッチン脇だぜ。配線やってウェイドー。停電中に水色とすれ違ってる。自分は宿舎前脇で停電直しに展望デッキまで移動してます。あ、自分もキッチン脇で水色が直してたのは目撃してます。あれこれピンク黄色の情報出さないのか。ピンクマットメイト説はアリウルが後から出されるとまずいから出しとくか。そういえばキッチンに黄色はいてたかも。じゃあ緑しか浮いてなくないですか。自分メイン脇で途中から誰とも会ってないんで何も弁明できないですね。一応ピンク水色ラインの場合はそこら辺でのキルもアリウルかも。じゃあ緑釣りでいいのでは。なんかすごい勢いで緑釣りの流れになったわね。しかもこれ私投票してないからな。よくよく考えれば位置的にはバナナとかもかなり怪しくなりそうですけどね。いやまあ一応水色ピンクに黄色がキッチン展望にいるのは否定されてて、そうなるとありえるのがバナナがコックピットできる、もしくはメイン、電気室あたりで緑が黄色を切るしか残らないから、ライン考えないなら緑バナナで落ちるのは合ってるな。まあ何にせよこれは美味しいですね。それとピンクはほぼマットメイトだろうな。そうね、キッチン残ってたのに相方が停電直してたみたいだし、初日で繋がれたのはめちゃんこ大きいぞ。一応モーフィングのサンプルゲットしといてっと。モーフィングはあまり使われないことで有名ですが、最弱と名高い能力だからな。もはや能力そのものよりモーフィングの存在の方が大きい。現行犯でも一応モーフィングの可能性が追えるものね。とはいえみんなモーフィングでやらかしすぎてなかなか使わないですが、初手の話蒸し返されたくないからここは追加キル入れたいぜ。ってことで停電は放置でそのまま石油方面に向かいます。誰かいないかなっと。ここモーフィングチャンス使いません。でもさすがに停電直しに行かずにカメラ見てる人とかいなさそうですけど。いましたね。ただこれどうしようかな。何がですか。いやここ紫に私が停電無視してキッチンから来てるの見られてるじゃん。もしかしてこの状況で紫キルしようか悩んでんの。相方もはや近いというより紫と一体化してるけど、この状況でキルするのはさすがにヌーブと言わざるを得ないですよ。圧倒的ヌーブの証明。これは見守ることなきヌーブ。キルハラスメントは気持ちがいいな。これ相方さんカメラで他の場所見てて気づかない可能性まであるのでは。戦犯黙れ。このゲームに戦犯なんていない。というかメメ村ルールでは戦犯探しは禁止事項なので。この時のために作られたルールですか。戦犯する前から戦犯の伏線を敷いている。戦犯界の星。と相方さんも逃げれてるさ。私は八幡宮さんを信じてる。まんまパワハラ上司の言い訳。そして死体発見。意外と持ちましたね。展開が容易に予想できる。
セキュリティのカメラ前で紫の死体が転がってました。カメラ前白身で草、自分と紫でカメラ見てまして、紫電気室側に抜けているはずですが、死体一時層がないなら電気室に入ってまた戻ってきて死んでることになります。十数秒前くらいに水色が石油からキッチンに抜けてきたのは見てます。バナナって電気室いませんでした？いました、いました。レバータスクずっとやってて、停電直ったくらいの時にバイタル見に行ったらすでに死んでました。だったらバナナも結構ありそうだなって自分視点思えるけど。まあそう思われるのはわかります。自分視点からピンクに白は出せます。仮にそのバイタル情報が正しいならほぼ水色だと思うんだけど。いやそれだったら時間合わなくないですか？自分がそこでキルして即移動してきたんだとしたら時間結構ズレがあると思うんですけど。っていうか停電終わった後まだカメラついてた気がしますね。どういうことだそれ。バイタル情報合わせると自分がキルしていた場合カメラ前キルした後しばらくカメラ見てたことになりますよ。やばい、事実でしかなくて笑いが止まらない。まさか死体の上でカメラを。いやさすがにそんなこと普通に考えたらありえないでしょ。普通に考えたらありえないことが起こっているからクルーが困惑している。ま、とりあえず時間ないしもっかいボタン押そうぜ。よく粘ったぞ相方。相方さんも相方さんでよくあそこからカメラ見続けてましたね。強靭プレイがクルーに理解されずに生かされてるの草。これ村目線書的ルーを合わせてバナナのバイタル偽装に見えそうだよな。その路線で運ぶのはありかもね。ただこれピンクさんマットメイトなんですかね。その可能性が高そうだが。マットメイトなら死体スルーか位置ずらしでアピールしてきそうですけど。それは確かに一理ある。まあそこはそうだったらいいな程度であまり期待せずに考えておこう。で今ピンクシャワー方面から来てるな。開幕した方向移動してたはずなのに上戻ってきて私たちと同じ速度だからタスクやってないのは確定。となるとやっぱマットメイトっぽいわね。まあ次議論でタスクやってたかちょっと聞いてみようか。やっていたといえば確定ですね。そのピンクをマットメイト確定できたらダブルキルで残り6人。そしたら投票で人材量産量だから勝ちだぜ。なるほど、そういう勝ちパターンもあるのね。はい、まあ容疑者なんで押しときました。もう一度正確な死体位置聞いていいですか？さっきカメラの前って言いましたが正確に言うとテープ下のところです。ワンチャン通るだけだと見えない可能性はあるかもしれません。これは死体位置偽装か？もうほぼほぼマットメイトですね。ちなみにピンクって今のターンタスクやらずにボタン押しに向かってた？いや2個くらいタスクやってたはずです。オッケー。ちょっと気になっただけ。ちなみに水色視点からってライムに白出せますか？ほぼほぼ出せますね。ちなみに他の人はどうなんですか？自分はかなり浮いててシャワーの覚えゲータスクのところで終わってます。私も浮いてるっちゃ浮いてるぞ。ミーティングはしご上くらいだからな。ちなみに初手って緑の他に浮き位置いないんでしたっけ？いやバナナが一応浮いてたと思いますよ。了解です。ありがとうございます。ピンクマットメイト確定と、相方さんが異次元の粘りを見せてるわね。初手緑釣りで人材連れてる予想の人が多いのもあるでしょうね。っていうかさっきの会議、もう絶対青シェリフだよな。あれは確実に撃つ場所確認してたわ。ここからの負け筋で一番怖いのがシェリフだからバナナを撃ってくれるならありがたいわね。ま、ここは一応ダブキルも狙えるようにクールを貯めておこう。最後まで油断しないインポスターの鏡。そういうのは自分で言うと効果半減というより無ですよ。む？今回は初手キルに加え釣りも入ってるからタスク負けが遠くていいぜ。いつもタスク負け気にしてるものね。固定メンツだとタスクが早いのなんの。もっとゆっくりしないと早死にしちゃうぜ。なんかそういうデータあるんすか？レムユキさん。心臓の鼓動が早いほど寿命が短くなるという研究データがある。マジ？いや嘘。殺すぞ。流れるようにスムーズな暴言。このチャンネルは汚い言葉禁止だぞ。生と死という概念は美しいもの。つまりそれに深く関わる殺すぞという暴言も美しいものに該当する。なるほど。導いてしまった。そして死ぬ青さん。青がセリフ特攻してきました。まあ前の会議中のセリフでなんとなくそんな気はしたぜ。いやすみません、セリフ自分なんですけど、なんでバナナさん完全に黒ですね。これはピンクさん勝負に出ましたね。これは面白い。自分視点ピンク前からかなり黒く見えてるんでロラでもいいですよ。割と釣り勝てなくもなさそうだし、最悪マット釣られてもダブキル勝負できるからここはピンクに加勢しておくか。ピンクとりあえずマットの線は薄そうだな。さっきのターン死体レポートしてるし、初手2手目ともにキル完了できそうな位置にいた。だから仮に人材ならマットよりインポスターに見える。でもインポスターだったらここで対立出てくるのなかなかのリスクだから割と真に見えるぜ。確かにバナナが黒く見えるな。これ自分から吊るしてほしくないけどな。これ緑で釣れてなかった臭いな。まあどちらにせよタスクで勝利は無理だと思うし釣り入れましょうか。これは決まったな。うまいこと誘導かけれたわね。マットのシェリフ語りのタイミングも完璧でした。これで盤面にシェリフなし、なおかつ人外陣 A さんの6人だから勝ち確定盤面。ここまで来ると後ケアするのは本当にタスク負けだけね。さあゆっくり凱旋しに行くか。一応ここまで来ても油断せずに決めに行くぞ。散々タスク負けしてきてますからね。脳内に刻み込まれた敗北の記憶。さてここでじっくりクールを貯めるぞ。サボし忘れてボタン押されそう。ボタン押されても人外量産だから負けないけどな。まあとはいえボタン入るとタスクまた進むし、サボは入れるぜ。と安定リアクターじゃないのね。上方向に人固まってそうだったからな。おっとマットメイトさんこんにちは。誰もサボタージュを直さないのである。あと9秒じっくり見守るとするか。大急ぎで白が走ってきたわね。残り5秒、さすがに間に合わなさそう。開いただけで終わる時とかありますけどね。さてそれではいただきます。レポートして投票で勝ち。何でよく勝てたなこれ。あんたが相方の目の前でキルした時は負けを予感してたわ。相方さんもマットメイトも両方優秀で助かりましたね。
新役職だー。翼が生えてますよこの子、めちゃくちゃ可愛い。それでどんな能力を持ってるの？誰かの近くで護衛ボタンを押すことでその人にバリアを張ることができるんだ。そしてバリアを張られた人はしばらくの間キルされない。見た目にふさわしい能力ですね。で、誰にかけるのよ？青のイエモンさんがインポスターだから進む先にいる人だな。キルを阻止してインポスターに絶望を味合わせてやる。中身はいつも通りで安心しました。おっと、前からは大御所のグサオさん。これはここ護衛決めるしかないな。そして成功させた暁には登録者を分けてもらおう。強力の壺定期。よし、これでグサオさんはキルできないぞインポスターめ。はっはっはっは。あ、奥から緑のラテさんが。ラテさーん。守れなかった。本日はもっとなしのバニラベアって気持ち悪。とんでもなく邪悪な見た目してますね。そうか、可愛いけどな。完成尖りすぎでしょ。ちなみに今回はアプデ後のシェイプシフター入りの試合だ。他の人に変身できる能力を持ってるぜ。基本的にはモーフィングとほぼ同じね。すれ違う必要がない分上位互換と言えるかもしれません。ちなみに今回の試合はシェイプシフター2の10人構成です。今日はここまでクルーほぼ全勝だからそろそろ勝っていきたい。人の塊具合とアドミン情報がエグい。開幕はアドミン見る人少なめだから初手キル狙っていくぜ。しかしアーカイブ貨物は際なしと。マジでみんな効率化しすぎてて脇位置かぶりまくりなんだよな。インポスター地獄部屋。開幕右に移動するの死人取られてるはずだから、この際メインシャワーあたりでもいいからとにかくキル拾いたい。今回はボタンを染め出しいけるかも。シャワーでタオルとか誰か拾っててくれ。わー、悲しみの方向。これでまたタスク負けへと近づいた。負けろ、いつも応援ありがとな。いいってことよ。ナチュラルに意味わからないやり取りするのやめてください。ていうか新スキンのこの皮折り性能高すぎるよな。どことなくメタモンを彷彿させますね。あんたは顔だけで釣られそうな見た目してるけどね。明らかにダークサイド側でしょ。意外とみんな顔の部分外したらこんな感じなのかもしれんぞ。だとしたら嫌すぎる。アドミン情報とか一切見逃さなさそう。ビレ版でこういうやついたよな。いたと言われればいたような気も。目が充血しているという特徴のみなら死ぬほどいそう。無駄話もさておき、せっかくアドミンにいるからアドミン情報見て切る場所決めるか。おい、まだ30秒経ってないぞ、ふざけんな。タスク負けが現実味を帯びてきたわね。さすがにそろそろ無理にでもキル入れるか。このターンキル入ればまだ戦えそうです。とはいえまた30秒寸前の少年が腐っている。人類史上最悪のボタンが押されかねないからサボちょい早めに入れるぞ。さっきのボタン根に持ちすぎだろ。マリサさんもそのくらい狙ってボタン押してますよね。私はいいんだよ。私は理不尽の塊。中富の鎌足りは。さてそろそろサボを入れるか。はぁ、まだ15秒くらいしか経ってないぞ。ボタン意識の塊。中富の鎌足り。まあこのターンは任せておけ。本日の泥舟、ね、ボタン2匹めちゃんこ高いですね。さすがにここまでボタン連打されると厳しいものがある。30秒で押されるとキル入ったとしても犯行時刻ほぼ特定されちゃうしね。そうなんだよな。まあとはいえさっきの15秒ボタンはさすがにタスク全然進んでないだろう。それ除けば2ボタンだからまだこっから急げば間に合うはずだ。頑張ってください。電気室にめちゃんこ人いるな。さすがにここでキルするのはまずいわね。ある程度人が散るまで待つか。まあでもこんだけ人いれば電気室キルは容疑者多く取れそうだな。おや、電気室でキルするつもりですか？まあ候補としてはありかな。そもキルクール溜まるし、これ以降会った人はどこだろうがとりあえずキルする予定だが、イノシシかな。ここで停電入れて弁当移動するぞ。うまいこと通るといいですね。さて誰かいないかなっと。シャワーにはいなさそうだな。さっきあれだけ電気室に人いたのにシャワーに人いないとは珍しいわね。レバータスクの続きまだやってる説。頼む、いてくれ。そして私にキルされてくれ。なおかつ死体発見されないままボタン押されて冤罪でクルー釣られてくれ。完全に強欲の壺。これは7つの大罪背負ってるわ。ってマジで誰もいないんだけど。停電したら誰もいない件について、転生したら無敵だった件についてラノベタイトルに変換するな。停電と転生で縁を踏んでるわけですか。冷静に解析するな。殺すぞ。圧倒的理不尽。そんなことよりゲームに集中してくださー。ナイスボタン。こんなんじゃキルできないよ。カットしたけど何であんたも速攻ボタン押してたでしょ。私はいいんだよ。私は安定のジャイアリズム。そろそろボタン押しとかないとメタで怪しまれちまうからな。恐ろしい村ね。クルーの時私が序盤に30秒ボタン押しがちだからな。押さないと怪しく見られるのは仕方ないですね。だからこれからはボタン一切押さずに行こうと考えてる。負の方向に対策するのやめませんか。どっちの時も押すようにしなさいよ。うるせえ。私はクルーの時よりインポスターの時のが勝ちたいんだよ。取れ高に目を焼かれてる。クルーでも面白い試合何度も取れてるけど編集の落差的にインポスターを優先してしまう。おっとグサオさんこんにちは。村民に挨拶を欠かさない村長の鏡。これは挨拶と言い張る胆力。別こんなところに。これは間が悪いですね。タスクで見えてない可能性を信じて停電で外側の視界を削りに行くぜ。もしかしてシェイクシフターの変身能力忘れてる？キー配置にまだ慣れてないから実は今回封印してます。アプデも一発目のシェイクシフターで能力使わない実況者とか存在してたんですね。これがオンリーワンだ。物はいいよ。どちらかというとロンリーワン。急いでるのに弁当使わないんですか？まあもう結局は石油で見られてるか見られてないかだからな。これワンちゃんもう1キルいける？惜しい。まあ長く持った方でしょ。相方はキルしてるかな。ここは難しかったみたいですね。電気室、はしご降りたところで死体発見です。これはバナナから完璧なアドミン情報が出そうだな。あ、残念ながらアドミン見てないです。おっと残念。全然残念じゃなさそうな顔。もうちょっと隠す努力をしなさいよ。めちゃんこ怪しい位置だから先に言っとくけど最終セキュリティです。貨物診察電気石油の流れで移動してる。カメラついてなかったからめちゃんこ怪しいよ。テイクタスクやってたからね。
カメラは見てないです。白ってどこにいました？最後は昇降機右のところでダウンロードタスクやってますね。いや、ローズ近くにいたから見てたでしょ。一応確認です。まあこれ石を黄色が塞いでるなら左側の人素直に白で見れそうだけど、水色ってエンジンメインって順番で電気室向かってるだろうし、左側の人間がキルしている場合、左に移動するときに水色か黄色と合うだろう。確かにそうですね。ちなみに自分は宿舎から下ってエンジンメイン電気室で死体発見です。とりあえず自分とバナナは最後コックピットですれ違ってるぜ。はい、最後確かに合ってますね。まあ白と青は無理ですね。大体近くいたんでキルする暇がない。自分視点紫も無理かな。自分もローズとかアーカイブあたりで何度か見てるんで、そこ含め白っぽい。となると順当に考えるなら黄色ですね。じゃあ自分視点どこからになる可能性もありますね。まあそのセルフとかの線も全然あるけど、まあタスクで勝てそうなんで一旦スキップでもいいかもです。ここスキップ厳しいな。釣り入れてくれたら楽だったのにね。散々雑釣りでクルーが散ってますからね。皆学習を始めているな。私からすると皆が IQ2 だと助かるのだが、動物園かな。5時間経ってもタスク終わらなさそう。完全に地獄絵図。このターンはどうするの？タスク完了狙いで釣りが入らない進行方針になっちまってる。ならばやるべきは一つ、釣らざるを得ないペースで死体を作るのだ。脳筋ゴリラさん、親の顔より聞いた宣言。もっと親の顔聞け。ということで無理やりでもここはキルトをしていくぞ。とはいえまだ9人だからね。最低でもダブルキルは入れたいところ。しかもそこから最低1人吊るさなきゃいけないからな。さっき怪しまれてた黄色をもう一度容疑者1にしたいところだけど、まあこればっかりは運だろう。狙ってキルするような時間もない。おっとひな兄さん奇遇ですね。ひな兄さん逃げて。ありがとう。そしてさようなら。また2年後シャボンビ諸島で再会の約束するな。ゴムゴムの実の能力者把握。メテオさんこんばんは。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 これは勝ったな。これ十中八九、黄色がインポスターだぜ。そう見えるのは仕方ないけど、とりあえず死体1は電気室です。どういう状態ですか？状況を説明すると、私がメインホールから電気室に向かうときに下から上がってくる黄色とすれ違ったんだぜ。そんで私が降りた瞬間、黄色が戻ってきて通報した流れだ。さっき怪しまれてたしお土産ですかね。いや、はしご登るときにちょうどレポートボタンが光る位置だったんだよな。だから先上に上がっちゃって、気づいて戻って通報って流れです。まあともかく黄色目線から私は容疑者1から弾けるはずだ。まあ1キル関しては黄色でいいとして、もう1キルに関して詰めますか。停電直したのって誰ですか？自分ですね。貨物で直してます。自分も貨物います。紫なんじゃないの？動きがめちゃくちゃ怪しいんですよね。いや違います。コックピットにいます。一応ラストは緑と宿舎前で見合ってるんで緑はないかな。はい、そうですね。自分視点は貨物にいる人が怪しいんだけど、これ自分釣り回避できなさそうだな。前のキルのことも考えると黄色の線が濃厚だから、さすがにここは黄色釣りでいいかな。これは勝ち。綺麗に冤罪で釣れたわね。バナナの死人情報を持っている水色も死んでるし、かなり運が良かったな。次はダブルキル狙いですか？いや、ここは1ターンボタンをさせよう。一人吊るした後のサボ意識は間違いなく高いだろうし、今回は黄色がかなり怪しまれて吊るされてるから、もう1釣りは止めれるはず。なるほどね。だからここはサボもなしで OK。一度気を緩ませてから確実にダブルキルを取りに行くと。まあこういう場面の事故は多いからな。そも30秒以内にサボ直されて動きから怪しまれちまうこともある。まあ今回はそもそももう一人吊るとしても対象が決まってないものね。とはいえ30秒以内にボタンをされなさそうなら終わらせに行くけどな。まあさすがにボタンは入りますよね。今日は安定でターンまで落としてタスク進行でいきますか。黄色の対抗位置少なくとも私にはならないぞ。黄色視点、私は水色のキルは無理で、怪しいのは貨物にいる人って話だったが。そうなんだ。となると対抗位置誰になるんですかね。具体的な対抗位置は出してなかったと思うぜ。なおかつ1キル目とさっきの流れで黄色インポスターは硬いと思ってるから、ここ雑に釣りに行く必要ないと思うけど。まあそれは確かに。さっきも言ったが、黄色は私を見て戻って通報の流れだからな。なおかつここサボ来てないし、普通に黄色で落ちてるんじゃないか。それでいいんじゃないですか。個人的には紫怪しいですけどね。自分がキルできるならコックピットしかありえないですよ。自分がコックピットに向かってるのはローズが見てくれてるはずですし。まあそれで言うなら青もありえますね。タスクもう少しで終わります。自分もミーティングのタスクで終わりです。さて最後まで油断せずに行くぜ。まあタスク負けは全然あるからね。ボタンはもうあまり残ってないだろうし、即リアクター鳴らすぞ。さて、いけるでしょうか。こういった盤面からの負けって案外普通にあるからな。一応直すふりはしに行くぜ。おっと、宿舎前で3人集合。こんだけいればキル対象には困らなさそうだな。で、お前らサボ直せ。まあでもこれでクルーは開けますよ。左側割ったりいるし、右側行こうか。相方さんはもうスタンバイしてるかしら。左に来てないってことは右にいるんだろうな。ヌーンは右側にあったので、相方が右側でキルしてたら決まりですね。結局本当に最後まで変身能力を使わず来てしまったな。これをシェイクシフター会として動画にする詐欺。シェイクシフターなのは事実なんで。こういうのをクリックベイトというらしいですね。無駄な知識を拡散するんじゃありません。さて、ついたが右側の状況はいかに。相方さんはスタンバイしてくれてるわね。よしよし、しっかりキルもしててくれたみたいだな。ちなみにここの場面で私が下で待機してるのは数試合前までエンジニア入りだったから、この試合にもイベントで飛ばれるとまずいと勘違いしてるからだぞ。自らのミスを晒していくスタイル。これでも負けはしないけど、上から丸見えですからね。まあ途中で待つのに飽きて移動するわけだが。現代人あるある、待てない。これでエンジニア入りイベントでレポートとかだったら面白かったんですけどね。君らの面白いの基準がひどすぎる。おっと、君が最後の獲物だ。いただきます。カチカチの勝ち。次はシェイクシフターの能力も使っていきたいわね。早くキー配置覚えてください。
左側のタスク終了、あとは右側のタスクだけだぜ。今回はタスク順完璧ですね。タスクの出現場所が良かったわね。こういう風に綺麗にきちっとタスクができると気分がいいよな。ハローメテオさん、村民への挨拶を欠かさない村長って素敵。挨拶だけで自画自賛してるの怖い。普段それだけ善行を積んでいないという証拠。邪推するのはやめろ。さて次はアーカイブのタスクをやりに行くとするか。ってあれメテオさんが二人、つまり片方はシェイプシフター確定。おそらくタオルタスクをやっている方が本物だろう。変身が見られた以上、私かメテオさんのどちらかはやられる。位置関係的にやられるのはメテオさんの可能性が高い。しかし焦って即通報してはいけない。シェイプシフターの変身可能時間はそこまで長くないはず。除染タスクからメテオさんに変身していたからそろそろ溶けて変身元が誰か見れるかもしれない。メテオさんがキルされる、戻って犯人を追いかける。これで完璧。残念だったなシェイプシフター。霧雨マリサは焦らない。なんて私なんよ。さて本日もインポスターやっていくぞ。相方は青野イエモンさんと。何で前から連続ですか？この動画がいつ上がるかによってそれは変わってくるな。開幕からメタメタしてますね。ちなみに今回の構成はインポスター2、クルー8の10人局よ。一応モッド版だけどスキン以外はバニラと同じだぜ。開幕アーカイブ脇はライムに死人取ってもらってるしできる限り離れてキル狙うぞ。サボは入れないんですか？部屋主の私は若干先に枠からサボ入れると速さでバレる可能性高いんだよな。最近なかなか序盤にキルうまく通せないな。ということで今回は30秒経った時点で雑だろうがなんだろうがキルしていこうと思う。開幕沼宣言、次元爆弾かな。開幕脇は今んとこローズにしか見られてないな。これが何を意味しているかわかるか。つまり開幕をローズにしか見られてないということ。小泉進次郎構文やめろ。正解だ。やったー。え、私がおかしいの？ま、冗談はさておき、開幕メイン脇は私とローズのみ。そして私とローズは他の人に死人を取られていない。つまり今ローズを消せば完全犯罪が成立するということだ。完全犯罪というと微妙だけど死人情報が出ないってのはそうね。できれば最悪できるしたいが。残念ながら間に合わず。もうここでいいか。花紙みたいに消費される命。やるにしても丁寧にやりなさいよ。キルペ命なんで。石油に赤いるのキッツ。電気室側に来られたら終わりね。きっと大丈夫。そんな予感がする。信用できなさすぎる。まあここまで来ちゃえば容疑者私一人にはなるまい。夫メテオさんこんにちは。今の時間はこんばんは。は？切れそう。天の低さがホリエモンレベル。カルシウム取りましょうね。タイミングよく相方がコミュサボ鳴らしてるな。今のうちに向かっておくか。ここら辺結構人いるから死体位置バレても大丈夫そうね。ま、バレないに越したことはないが。電気室降りたら分かるところにある割に意外とバレないですね。コミュサボ中に電気室降りる人とかなかなかいないだろうしな。ここでコミュサボが治ると、まあ一応死人取られておきたいからそのまま向かうぜ。相方さんもコミュサボ来てましたね。となると相方さんはこのターンキル入れてなさそうだな。一応キルクールは溜まったが、とはいえここで紫キルはさすがにバレそう。おっと、ここでレポートか。発見されたのは私たちがキルしたローズではなくピンクでしたね。相方さんも最後ら辺にキル入れたのかな？石油でピンクの死体発見です。二人も死んでる。確かだいぶ前からピンクはセキュリティいた気がするな。コミュサボなる前は確実にいたはず。で私はその後シャワーあたりで黄色とすれ違ってるんだが、その時カメラはまだついてたはずだからその段階だとまだ生きてそう。なるほど。となると自分視点アウトライムとかが結構怪しいですね。確かに自分はタスク優先でコミュサボで苦走してたんで仕方ないですね。緑もコミュサボ中逆走してたけどあれは一体？黄色とメインくらいまで一緒に向かってたんですけど、よく考えたら黄色が行ってるなら自分は行く必要ないなと。まあ一応ターンもピンクを見てるならできなくはないんですかね。ああ、それはカメラの点灯から否定できるはず。私が石油覗いたのは最序盤で、その後アーカイブ向かったんだが、さっき言った通りその時カメラついてたし、それは黄色とかが見てるはず。残念ながらマジで覚えてないです。というか意識して見てなかった。あらら、ローズの死人情報って誰もない感じですか？開幕自分キッチン脇で電気室行った時にローズいた気がします。だから右で死んでるんじゃないかなと。じゃあ電気室とかそこら辺に死体転がっているかもしれないと。そうなると経路的に緑が普通にキル関与している可能性は消せないね。後半は死人取られてないのでまあ否定はできませんね。ただそれだったら自分がローズの死人情報出す意味ないですけどね。まあこれは一旦ボタンですかね。これはわりかしいいキル通ったっぽいな。たまたま電気室の死体発見されなかったからね。ただ石側の状況がいまいちわかりません。相方コミュサボはとぶつこ方面に下ってたから多分割と直近キルなんだろうな。しっかり位置詰めれば結構絞られちゃいそうね。極力相方が疑われないように会議中は話をそらしていきたい。霧雨マリサ、無駄話の長さに定評があります。話がうまいと言ってくれ。どうせ押されるんだろうけど会議悪い感じじゃないから急いで追加キル入れるかどうか。普段からキルペ意識してますが今回はことさら意識してますね。まあ毎回キルペと言いつつなんだかんだ言ってキル入れるの遅くなりがちだったからな。とはいえ残り2秒でキルクールたまるがミーティング付近に人固まってそうだからここはやめておこう。ならサボタージュもここは入れない方がいいですね。もうちょっとさっきの話詰めた方がいいと思ったので押しました。あと自分コミュサボ直前にアドミンチラッと見てて、コックピット2、展望1、エンジン1、電気室1、石油1、あと診察とラウンジに1ずつついてたと思います。自分ぶつこいたんですけどついてませんでしたか？いやー、ついてた。
は、そう言われればついていたかもしれないです。このアドミン情報を元に話し詰めるとちょっとまずそうだな。私も最後アドミンいたから微妙な情報出して上書きするか。私もコミュサボ直った後アドミン入ってチラッと見たからちょっとだけなら覚えてるぜ。エンジンに、キッチンに、あとセキュに位置ついてたな。だからとりあえず死体一偽装はなさそう。あとそん時確かコックピットには紫がいたな。あ、なら自分視点紫は隠し色になりそうです。ずっと一緒で最後だけ見てなかったけど最後そこで死になるならキルできる暇なさそう。紫視点からは自分に白って出せません。いやコミュサボなってからは白の姿見てないんで自分視点から白出すのは無理かな。一応コミュサボ後はほぼほぼ黄色と移動して取り合えてます。まあじゃあそこに狼がないなら白いんじゃないかな。あと前回ローズを電気室で見たって話したと思うんですけど、かなり序盤の話なのでそこからどこに行っていてもおかしくないと思います。うん、となると結構容疑者幅広くなりそうだな。これはめちゃんこ有利展開。会議で恐ろしいほどつまらなかったわね。アドミン情報が場に2つ、ローズの情報も序盤だけ、なおかつ白1が1人という苦しすぎる盤面で濁ってますね。2回会議してつまらなさそうな雰囲気をみんな感じ取っているはず。このターンは確実に死体待ちでボタン意識が緩む。ということでこのターン、確実にダメ押しキルを入れるぞ。結局ボタン入るに1万ペリか。私も1億ジンバブエドル。安定の言いたい放題。ここら辺人多いな。ここキルしたらさすがにすぐにバレちゃいそうですね。まあまだ時間はたっぷりある。ここはじっくりキル1選定していこう。サボタージュは入れないの？ここむしろサボなしで人散らせたいんだよな。サボタージュ入れないとボタン押されちゃいそうですけど。その時はその時、自然に流れるままに身を任せるのだ。少しの間で発言が矛盾してる。これは虚言癖。てかこれマジでボタン入らないな。もう次ターン待つことを考えてたんだが、みんなのびのびとタスクやってそう。いやこれ相方さんミーティングとかでボタン押しに来た人キルしてるのでは？確かにその可能性はある。それならばここ私も追加キル入れるべきだな。ここにキル取れれば釣り盤面だものね。それなら対抗するの前提でキルするのはあり。さっき白見られてたレイラーさんとか狙うか。となると対抗は水色の八幡宮さんになりそうです。おっとレイラーさんこんにちは。さっきを感じたのか右に逃げていきましたね。キルなんてしないよ。私優しいインポスター。コミュサボなってるしこっちおいでよ。完全に不審者。怪しい人についていったらダメだぞの典型例。扉は開けたがコミュサボ行ったらキル難しそう。おっとレイラーさん来てくれたんだね。発見を催す弱。誰でも読める未来。このままコミュサボ行ったら死体見つかった時にまずいな。ということでここはベント移動。このベント出る時怖いんだよな。わかりみが深い。もういっそここ閉じこもってるか。とここで死体発見と。ニートは許されなかった。お、相方もキル入れてる。セキュリティで死体発見です。貨物くらいからライムと一緒に行動して同時発見しているので、ライムは少なくとも紫のキルには関われないと思います。はい、そうですね。自分視点からも緑は厳しそう。またセキュリティか。さて、ここは予定通り水色と対抗していくとするか。紫だったらさっきのターン、かなり長い間水色と一緒にいたはずだぜ。だからかなり水色が怪しいな。まあ確かに一緒にいる時間は長かったですね。確かに水色バイタル方向から貨物側に来てたな。これは殴り勝てそうな予感。いい感じに水色が疑われてますね。相方のキル先の話もさせたくないし、紫の議論で遅延させるぞ。まあ仮に違ったとしても水色は確実に紫の視認情報をかなり持ってるはずだぜ。貨物で緑とライムと合流する前に自分バイタル見てて、その時紫も一緒にいたんですよね。でそのタイミングで黄色が死んだんで、死体探しに行こうと上に移動した感じです。その時紫は電気室側に抜けてます。となると紫のキルは水色目線結構直近ということになりますよね。それなら水色目線ライムと緑は白角になるのでは。はい、そうだと思いますよ。それとタンってあの後電気室からどこ行きました？私はだいぶ前にメイン側に抜けてるな。それと私が紫、水色と別れてからコミュサボ入ってたと思うんだが、バイタル情報って本当に見てたのか？あ、それは確かに。多分自分合流したタイミング的に見れててもおかしくはなさそうだけど。いや、そこ時間軸ちょっと偽装してると思うんだよな。私が水色と紫を電気室に置いていったのって結構前だから、そこからずっとバイタル見てたってのはめちゃんこ違和感感じてる。時間もないし釣り盤面だし、もう水色に投票しちゃうぜ。計画通り。速攻で決着ついたわね。いつもは帰りいくつかカットしてますが、久々のほぼフル試合。ダブルキル2回でさっくり決着だ。相方のキルについて一切話させなかったのが良かったな。強引すぎる議論誘導。スマートから対局に位置する女。さてさて最後も油断せず行くぞ。というか前回のコミュサボがそのまま残っちゃってますね。これだとボタン押されちゃうんじゃない？まあ仕方あるまい。だがその6人盤面での釣りは決め打ち進行。基本的にここからロラはしないはずだ。ところがどっこい、巻き返しはないんだな。これが。サボ触っちゃってましたがキルクールためなくていいんですか？仮にキル入ればもう勝ちだし、ラスキルは相方に任せようかなと。マリサさん、ようやく尻尾出しましたねこの偽物ね。私がラスキルを譲るだけでこの扱い。もらえるものは負債すらもらうマリサが。あれ私マイナスの概念を理解してないと思われてる？相方しっかり扉開けずに待機してるな。もうたまるだろうから一応私が開けとくぜ。マリサさん、壊れる。ラストは頼むぜー。はい、無事勝利と。展開の早い試合だったわね。ある意味理想的流れかも。うおー、インポスター。開幕からテンションお化けかよ。疲れるのでもっとローテンションでお願いします。いつも通りやる気のないメンツに囲まれています。今回はインポスター2、マットメイト1、シェリフ1、アドミン制限時間ありの11人局の試合です。相方は緑のラテさんだな。割とスロースターターのイメージがあるので、こちら側でバンバンキルしていきたい。逆に議論はガンガンクルーを釣りに行くイメージがあるので、そこは任せたいわね。最近の初手は9割くらい10秒ボタンが押されるので、キルはしない方が無難ですね。初手ターンはもはや儀式。ここで心を落ち着け、次ターン以降に備えるのだ。案の定ボタン押されたわね。
さてここからが本番、このターンは気合い入れていくぞ。脇はキッチンと、ガンマスさんも空いてますね。速攻で上に移動してますが。マットだったらフェイクタスクやっていきそうだから逆にクルーっぽい。ということで停電起こしてガンマスさんを再召喚。嫌がらせでストレスをかけていくぞ。悪質の極み、訴えられたら負けそう。さてどうだ戻ってくるか。よしよしやっぱりクルーだな。マットメイトを探す旅。この後は何か計画が終わりで？ない。電気。IQ2 の会話、まあ実際にはあるんだけどそのまま答えるのはなんか尺なんだよな。悪い方の天の弱。とりあえず否定から入るバッドコミュニケーション。肝心のこのターンやろうと思っていたことだが、おっといたいた、扉開けて、ありがとう、もう用済みだ、これをやるつもりでした。どれをやるつもりでした？ 2 ターン目だからどうせボタン押しに行く不届き者が出る、そこでキルしつつ死体消しボタン、これを狙ってたんだよな。死体は計画通り消えましたが、相方さんはキルしていないと。おっと死人出ちゃってるか。一応死体消しちまったし先経路と死人情報だけ出しておくな。ブチコで白茶緑、エンジンでオレンジとすれ違ってそのまま宿舎ミーティングでボタン。とりあえず移動経路には死体はなかったはずだ。はい、結構長い間そこ移動経路かぶってましたね。確か紫エンジンに湧いてた気がします。それで開幕は白と左に移動してた気がする。だから白がちょっと怪しいかな。あいや、ただクールが開けてないくらいのタイミングで、ブチコに白とオレンジと私でいたタイミングあったぞ。最後白とブチコの上あたりですれ違ってますがそこら辺に死体はなかったと思います。あ、なら別に大丈夫か。了解です。っていうかそもそもブチコとかに紫来てなかった気がしますね。途中からバナナとかもいましたが、誰も紫の死人なさそうですし、まあ停電中に抜けていたり、とかだったらわかりませんが。同じく自分も見てないですね。他の位置詰めた方がいいかも。じゃあとりあえず自分貨物で停電直してるの報告しときます。自分は途中からアーカイブでピンクと合流してから一緒だからピンクはキル無理そう。はい、黄色はキル無理だと思います。あとは青の貨物側いたし無理じゃないかな。そうですね、左側に死体想定なら無理なはず。いや、ただこれ左側めちゃんこしといて開幕しか紫の死人ないって感じだから普通にメインホール通って右側抜けてるのもありえると思うぜ。まあ初手しか見てないですから左で死人ないならその可能性もあるかも。これはいいキル通ったな。死体一応やむやみできましたね。会議内容的に今回は次ボタンすぐには押されなさそう。何その感覚。言語化するの若干難しいけど、追加ボタン押される条件ってボタン押したら詰まりそうな時、もしくは押さないとまずい盤面の時のどちらかだと思ってて、今回はそのどちらの条件にも該当していない状態だからな。ほどなるな。説明の裏で扉を他の人に開けさせていたのを私は見逃してませんよ。勘のいいガキは嫌いだよ。最近扉を開けさせることに快感を感じるようになってきたんだよな。歪んだ性癖だ。なんで私こいつと友達なんだろう。シュ、おげー。これがレイマリですか。ユリ栄養把握。これをユリと言い切る弾力。ナメクジとカップリングされる方がマシ。まあそれはそれで。新しい扉を開けるな。ちなみにここの若干変なアーカイブタスクの動きは、コミュサボ中は本をしまいに行く場所が見えなくなるので手探りで探してる感を演出しようとしてる。無駄にいろいろケアしてますね。逆に疑われそう。ちょっとここ人固まってんな。このままだとキルするのは厳しそうですね。まあ結構早い段階で1キル拾えてるからここ様子見はあり。早い段階でキルしてると選択肢が広がりますね。いつもキルキル言ってるから久々のまったりターン。まあとは言いつつもラッキーキルは狙うけどな。電気室の奥、石油のデッキとかかしら。そうそう、そこらでキルタイミング伺ってよっと。そこら辺で拾えたら美味しいですね。でここで死体ってマジかよ。相方さん結構大胆な位置でキルと押したわね。とここで反対側からマヨさん。これはお客様とて許せぬ。お命頂戴いたす。キリサメリュバーバマリサ、マジでこれはラテさんにおっしと PC、 ついでにマンションまでおごってもらわないと許せない。強欲の壺という称号を超えてきたな。要求の付け上がり方が鬼。いやでもこれは正直厳しそうだが、どちらの死体が見つかっても私容疑者1入っちまうぞこれ。そして当然死体が見つかると、どう言い訳しようかこれ。発見されたのは相方のキルの方ですね。電気室のはしご上のところで死体発見です。で、バイタル見てたんですが茶色は昇降機サボの鳴る直前に死亡してます。となると自分視点石油にいた黄色が結構怪しくなるかな。ああ、最後黄色石油にいたな。私も最後キッチン側から石油入って黄色死人してるぜ。まあ位置的に怪しいのは仕方がないとしか言えないかな。バナナってどういう経路で移動してます？メイン脇、シャワーアーカイブと時計回りに診察室でバイタル見ましたね。青アーカイブあたりで見てたのでそこら辺で死んでるかと思い、貨物側戻ってる時に死体レポート来ました。ああ、貨物側から入ってきてたんだ。自分昇降機鳴る前だったらちょうどアドミン見てたので情報ありますよ。金庫2、エンジン2、キッチン1、メインホール1、ラウンジ1、診察室1って感じだったはず。金庫室は自分とオレンジですね。じゃあそこは死体じゃないと。なったタイミングなら多分私はキッチンと石油の間あたりだな。キッチンは多分自分ですね。ちなみにメメさんってアーカイブとかでバナナ見てます？いや、見てないと思うぜ。水色と青は視認してるけどな。バナナの移動経路的には確か水色とかと合いそうっていうのと、黄色が石油の前、どういう風に移動してるかが結構重要な気がする。ま、これはボタンかな。これはなかなか難しい。そう？割とごちゃついてそうだけど、黄色が石油いたなら相方の緑が電気室側から抜けてるの見てるだろ。今は位置関係的に黄色が怪しいことになってはいるが、その情報が出るとここ二人対抗とかそういうレベルになりそう。幸いにも最終位置的にアドミンに移ってなくても自然な位置に滑り込めましたが、白が出してた情報だと合計数が自身を含めても9だからな。あの段階だと死体含め10人だからアドミン情報的に移らない位置に一人は信頼性高めなはず。実際にはエンジンにいたわけだけどね。たまたま一人分忘れてたみたいで助かりました。まあでもエンジンには後々結
チェックされちまうだろうな。おい、八幡宮くん。あら、ベント掃除だったっぽいですね。一瞬マッドかと思っちまったぜ。まあでも死体レポートしている。バイタル時間が正しいという点から、八幡宮さんは普通にクルーだろうな。城のアドミン情報提出もクルーに見えるわね。青は初手で停電直してるから私たち視点クルー確定。今コミャサボ直してるピンクもクルーだろうな。となるとすでに死亡したレイラーさんかマヨさんにマッドがいる可能性は全然ありますね。できれば生きていてほしいところだが、まあこればっかりはお祈りね。さっきのターンの話ですが、自分は普通にメイン電気室石油の順で入ってます。そこ追加で自分も聞きたかったんですけど、黄色目線自分って青のキルに関して白出せません。自分が電気室のはしご下ってそのまま先にキッチン抜けてますよね。いや、それはさすがに通らないのではないか相方さん。ああ、青のキルに関してはそうですね。緑は関われないと思いますよ。これはどういうことでしょう。これは黄色マットメイトだな。じゃないとそこ白出るわけないし、生きててかなりやりやすくなったわね。じゃ、ここは便乗しておくか。私もキッチンで緑、石油で黄色と順に合ってるから二人目線私は青のキルには関与できないよな。そうですね。まあ茶色もキルされてる資格白は出せないけど、自分も同じくって感じです。あれ、緑と黄色が白出し合えるなら自分視点目目さんになる気がする。アドミン情報からオレンジピンク弾き、自分視点水色はほぼ弾ける。緑黄色が白取り合ってるのが正なら自分視点目目さんしか残らない。いや、自分は黄色に白出してないです。むしろ怪しい位置だと思ってます。わかりにくかったかもしれないが、状況的にはむしろこの3人の中で私が一番キル関与できない位置のはずだぞ。私は左から来ているかつ、最後石油で終わっているわけだからな。仮に私が青のキルをしているのなら、緑黄色の二人が電気室に降りた後に青キルして、エンジンコミャブキコキッチンと回って緑とすれ違う必要がある。すれ違った位置がキッチン左上だから弁当移動もほぼないし、自分視点青のキルに関してハメメさんは絶対に関与できないですね。私が青キルしている線を追うならここ3ラインじゃないと成立しないぜ。いやこれ難しいですね。めちゃんこ議論いい感じ。マットメイトがめちゃんこいい位置に潜んでましたね。ワンチャンラテさんの髪キルの線もあるけど、まあそれはそれで問題なさそうだけどな。次ボタンでバナナと黄色のロラを開始させていきたい。私たちが緑黄色に白出されてるならそこしか残らないですもんね。そこ二人ロラできれば6人盤面でほぼ勝ち。ここは無駄なキルは入れずに待つべし。リスクを取れ。取れ高狙わなくていいんですか。こういう時だけキルを推奨してくるこいつらは敵。みんなも周りに置く人間の性質はしっかり見極めような。はよボタン押してくれー。キルしないと決めたターンに限ってなかなかボタン押されないのくさ。ボタンを促す高速ステップ。よしよし、それでいいのだ。さてさてどうなることやら。さっきまでの話の感じ、結局メメさんは黄色と緑から、緑は黄色から白出しされてる感じなんですよね。そんでもって黄色は誰からも白出しされておらず、むしろ怪しい位置と。ああ、おおむねその認識で合ってるだろう。それならさっきの話の通り、青のキルに関して自分視点黄色しか残らないので、黄色と自分のロラでいいと思ってます。そうですね、白はドミン情報から弾くとするなら黄色かバナナですね。まあ自分もそれで完全に詰まってるならロラしてもらって大丈夫ですよ。私はバナナと黄色をロラするならバナナから釣り入れたいけどな。仮に黄色が電気室はしご上でキルしていたなら、急いで離れずカメラ見てたのが違和感しかないんだぜ。ちなみに水色はバナナ視点確実に弾けるってことでよかったんだよな。茶色のキルに関しては知りませんが、青のキルに関しては確実に弾けますね。まあどちらにせよ結構ボタン使ってるんで結論決めてロラするならロラしたいです。どっちから釣るんですか。まあどちらにしろ両方釣るならバナナから釣りでいいんじゃないですか。黄色もボタン使ってると思うんで、誰かボタンお願いします。ウィース、じゃあ私はボタン使ってるし昇降機右待機しとくぜ。めちゃくちゃうまい具合に転がってきてるな。思ったんですけど、黄色がマットメイトならここ1キル拾えば投票で勝ちでは。いやー、黄色はおそらくマットメイトだろうがワンチャン相方の神キル説があるんだよな。だからここは普通に黄色までロラさせてからゆっくりにキル拾いに行きたい。チキンプレイ、狡猾かつ慎重な立ち回りといえ。黄色、君に感謝を。英雄の旅立ち。これで6人決定だね。あとはボンミスに気をつけなければ。どうせこれ以上釣りは入らないだろうと高をくくっての早めサボ。いつかこういう盤面から普通に釣られてほしい。それで釣られないからこそ、なんだなぁ、最悪ボタン押されても全然構わないので事故防ぐために適当なタイミングで直すぞ。相方さんとうまく連携が取れるでしょうか。こういう時は宿舎前門番が安定と相場が決まっている。ということで宿舎前で合流を図りに行くぜ。さて、相方さんは来てくれているかしら。いてくれると話が早いんだけど。おし、相方いたしここで門番しようか。これはさすがに決まりましたね。リフトも左に来てるからここで待ってれば事故はないはず。扉も全部閉めてっと。さて、正々堂々勝負。勝ち確盤面で勝負とは。勝てる勝負しかしない女。よくわかっているじゃないか。まあもう万が一もないと思うが一応私もキルクール貯めるぞ。そんでリアクターも鳴らしてっと。ふふ、これでクルーたちはリアクターを直しに小猿を得まい。なんてひどい。来世はボウフラで確定ね。リアクター鳴らしただけなんだが、左側は一クルーまでラテさんが中堅八甲がごとく門番してくれるはず。キルクルーも溜まった。ということで遠征してクルーを探しに行くぞ。この隙を突かれろ。残念ながら。動画の残り時間でお察し。メメター、みんなワンチャン察してタスクに専念してるかもな。そして始まる静止をかけたチェイス。命をかけてるのはクルーだけなけん。おっとここでキルボタンではなくサボタージュを押してしまう痛恨のミス。ゲーム実況するな。3人1体勝利。1人死んでるわよ。コラテラルダメージ。いやータスクやるのめんどくさいな。遊んでる最中も仕事とか憂鬱になっちまうぜ。クルーの存在全否定しに来たわね。文句言わずしっかりやってください。仕方ないな。しっかり感謝するんだぞ。どこの立場のセリフだよ。
何やってんだこの人？本人も何も考えてなさそう。この先には行かせないという強い意志を感じる。ならば、私はその上を行く。越えさせてもらうぞ。編集をおざなりにしてる理由が浮き彫りになってるわよ。大パリメイクに続くとうとう剣盾も始めてしまいましたからね。カバディ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 ルナ。これそういうゲームじゃないです。私だけ置いていくとはどういう要件だ？終身名誉ボッチマリサ。その足取りに哀愁を感じます。途中で離れたのなら私の勝ちだが。めんどくさいタイプのレスバトラー。まあまだ時間はたっぷりある。この勝負次回に持ち越しだな。待ってろよライム。ライムインポスターの動画ばかり上げることに定評がある当チャンネル。自覚はあるのね。本日もインポスターです。改善する気がない。今回はインポスター2、バルチャー1、ジャッカル1、シェリフ1、残りクルーの11人局です。バルチャー登場は何気初だからちょっと説明しておくか。バルチャーはジャッカルとかと同じ第三陣営の一つだ。しかしジャッカルやインポスターと違い、サボタージュはもちろん、キルもできない。ベント移動はできるけどね。そしてその勝利条件は非常に特殊。死体を3つ食べたら勝利となる。死体を食べる？バルチャーは死体が発生すると矢印が表示され、死体の場所がわかる。そして死体の横に来たら死体を食べることができ、食べたら死体は消えるぜ。まあ要するに基本性能マットメイトの死体食いマンだな。ボス、これを説明と呼んでいいのでしょうか？私が説明といえば説明となる。圧倒的暴君。独裁者把握。どうせ初手ボタン押されるけど一応キルポジ探すインポスターの鏡。言ってる最中に押されましたね。よしこのターンからキル入れていくぞ。こうやって気合い入れてる時はあまりうまくいかない定期。当チャンネル暗黙の了解。私にかかればちょちょいのちょいだぜ。やめて、クルーメイトの緊急会議招集でボタンを押し続けられたら、闇のゲームでインポスターと繋がってるマリサの精神まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないでマリサ。あんたが今ここで倒れたら、メテオさんやマットメイトとの約束はどうなっちゃうの？タスクはまだ残ってる。ここを耐えれば、クルーに勝てるんだから。次回、マリサ死す。デュエルスタンバイ。ボタンを押すやつを許すな。駆逐してやる。マリサ、イェーガーさん。進撃の巨人タグ動画見つけるか。悪質すぎるタグの付け方。進撃の巨人マジで面白いよな。面白すぎて馬になったわ。因果関係のない進化するな。やりたい放題ですね。お前らは読んでないからそんなことが言えるんだよな。あれは人間も馬になるレベルだぞ。人間も馬になるレベルってこれ以降の人生では聞かなさそう。よかったなここで聞けておいて。これが今後の人生で役に立つ気がしない。あんたらくだらないやりとりして忘れてるかもしれないけど、もうボタン3連続で押されてるんだからね。わかってるさ。だからここは仮に現行犯になろうともキルはするぞ。現行犯になった時の保険を巻いていく。次キルなしでボタン押されたらいい加減終わりだからな。ここは相方もしくはジャッカルにも1キル期待したいところだ。そうね、さすがにここらで畳みかけないと厳しそう。以降右側行っても人に会えなかったらヤバいので戻ってキルするか。あらマヨさんそこは隙の糸。隙の糸。ここのキルは結構冷やせそうですが、あとはバレないことを祈るだけね。サボタージュ入れて少しでも遅延だ。ここで扉閉めるとレイラーさんに感づかれそうだからあえて閉めずにコミュサボ。実際には忘れただけ。まあ私は日頃の行いがいいから大丈夫だろうな。おっとフラグ。今日も電車で5年配の方に席を譲ろうという心持ちで席に座ってた。そこは譲っとけよ。やっぱ日頃の行いは大事。普通にまずいけど一応にキルは起きてるな。せめてもの救い。アーカイブで死体発見です。今んとこめちゃくちゃメメさん怪しく見えてます。まあそうなるよな。バイタル情報あって、茶色は14秒前に死亡。ローズはいつ死んだのかわかりませんが、その段階では死んでなかったです。じゃメメさん確定になりそう。ここ私が釣られたらマジで詰みそうだから頑張るか。あーいや、それだったら青が茶色をキルしていると思うぜ。茶色をアーカイブに置いてシャワーに移動するときに下から青がアーカイブに入っていったからな。え、それ時系列合ってる？合ってる合ってる。そもそこで私がすれ違ってないと青がそこ通ったって情報出せないからな。まあ確かにシャワーからアーカイブには入ってるけど、メメさんとすれ違ったような気もする。で青とすれ違った後にタオルタスクで紫がいたって感じ。だから私目線、青が死体スルーしてるか紫がセルフレポートしてるかって感じだな。ちなみに一応言っとくと私最後エンジン左まで行ってるぞ。そこの扉が開いてたの確認してる。メメさんとすれ違ったのちょうど14秒前くらいだった気がするんだよな。自分が出て行った直後に青がキル入れてるならその時間感覚でもおかしくないと思うぞ。紫と青ちょっと前くらいに青がアーカイブ入ってるわけだからな。ちなみに今回のダブルキルに関してはバナナオレンジ赤は白取り合えてます。危ねえ。なんとか釣りは回避できましたね。でもこれ間違いなく追加ボタン入るな。ここは意地でも釣られるわけにはいかない。マリサが燃えている。迷惑行為による炎上以外で燃えているの初めて見ました。それで燃えたことねえよ。4人外で残り9人。仮に青を吊るせても残り8人。ここから私が釣られない方法は、マリサ釣られない方法ジグルナ。そこで問題だ。このとんでもない状況でどうやって釣りを回避する？マルさん現実は非常である。ポルナレフ問題やめろ。うわあ絶対釣られるよ。わあ荒ぶってんな。荒ぶってますね。先に青を釣る。次のターンで1キル入れる。残り人数が7人。人外4残りだと自分吊るした場合村勝ちほぼないため決め打ちさせる。うまくいかないだろうことが容易に想像できる。まあどちらにせよ青を釣らなきゃ始まらないなこれ。
めっちゃメメさんかなと思うけど、とりあえず他の位置も詰めるべきかな。いや、茶色のキルに関してだと思う。私視点青か紫でしかない気がする。話聞いてる感じ他の人の介在する余地が存在しない。メメさんってシャワーで自分とすれ違った後、タスク何もせずにシャワーメインエンジンの流れですよね。ああ、コミュサボなってたからな。じゃあやっぱ時間的に一番メメさんがキルしてるのが整合性取れてる気がする。タスクはやってないけどメイン左の扉は私が開けてるぞ。いやでもバイタル情報的にメメさん視点自分を弾けないの違和感なんだよな。秒数の前後はあるかもしれないし、そこ覚えてるわけじゃないからな。まあたださっきから言っている通り、死亡タイミングは14秒前ということから、紫がキルしている場合はキル入れてから14秒待って時間差セルフしてることになる。だから青の方が怪しくは見てる。ただこれ人材数的にここ来る目線3人ロラとかはできないんですよね。ま、じゃあもう紫は弾いてここは映ってくれ。ああ、まあなんなら自分も紫は違うと思ってるからメメさんとの対抗でいいですよ。まあもう残りボタン数的にローズのキル全然詰めれてないのも厳しいし、早いとこ釣り入れていきたいんでここもう入れちゃいますね。頼む。パッションと神頼みチャンネル。よっしゃー、私の勝ちだー。こんなのが尊重でいいのか、というか危機は未だ続いている件。ロラされそうですもんね。あとはもう決め打ちさせるしかないな。まあ実際ここ私がクルーで青が人材だった場合を想定しよう。その場合、私までロラすると7人3人材生存が濃厚な盤面になる。残りタスク的に人材は投票で協力する可能性が高いため、1キル入り6人3人材となればクルーはほぼ投票では勝てない。しかしロラスとすれば8人3人材となりダブルキル後無理やり投票でクルーが吊るされるのは避けれる。というメリットを提示して決め打ちしてもらうしかないなこれ。長すぎ、3秒でよろ。私、釣られたくない、釣るな。単純明快、違うでしょ。私が人材でもクルーでも私釣ったら負け濃厚だから私クルーにかけて釣らないでってこと。は?3秒以上の文章を理解できないご様子。あれ?てかコミュサボ誰も直しに行ってない?ひなにきが遅れてきたわね。キルあと3秒で溜まるのか。いやいやいやダメですよ。今回はお土産じゃなくて生き残りたいんですよね。あ、そうだな。トップヒーローは学生時から多くの逸話を残している。彼らの多くが話をこう結ぶ。考えるより先に体が動いていたと。いやいやいや通らんぞ。巨源石もここまで来ましたか。どうするんですかこの状況。知らんけど多分なんとかなるだろう。 95% の心配事は大抵なんとかなるらしいぞ。今回は 5% の方に見えますが、コミュサボ直したぜ。まあとりあえずメメさん釣りまでは確定かな。そうですね、そこまでは確定で、とりあえずここ緑白赤オレンジまではほぼほぼキル無理だと思いますよ。絶望の孤立。じゃあまあメメさん釣るした後自分と黄色ロラでいいんじゃない。どうするんですかこの状況。正直最悪ここ釣られてもお土産って形にはなるんだよな。まあただなんかバナナキルで相方疑われ決まってるから、ここ限界までパッション出して最悪全ての罪を私が被る勢いでいこう。ワンチャンバルチャーとジャッカルが投票で協力してくれる可能性もあるしね。ちょっと待ってくれ。ここ私釣ると私が村でも人材でもどちらにしろ負けちまうぞ。え、どういうことですか。いやだって私が人材の場合って今最大4人材生存じゃん。で今7人盤面だろ。その場合ってもう私釣ろうが釣らまいがクルーの勝ち筋ほぼないだろ。それはそうですけど、まさか決め打ちしろって言うんですか。さっきのターンで青釣るした時点でもう決め打ちしか盤面的になくないか。ここで私釣ると私がクルーの場合の勝ち筋もなくなっちまうんだよ。まあ確かに人数的にさっきの青釣りは決め打ちするのが進行論としては正解ですね。ああ、言いたいことはわかりました。じゃあとりあえずバナナキルに関して詰めます。バナナキルはもう詰まってるのでは。そうだね、メメさん白前提で行くなら自分視点紫しか残らないね。いやこれもう青で釣れてる前提でタスク勝利狙うしかないのでは。なんかなんとかなったわ。 95% の方だったか。まあお釣りの日替わりと決め打ち盤面だったというのはあながち間違いでもない気はするが、それにしてもこの投票は何かしらの意図を感じる。第三陣営が協力してくれていたのかも。その可能性は高そうだな。さすがに投票が偏りすぎてる。うーむ、ここからはどうするか。おっとどうした、ミゾレモン。ミゾレモンは人外だもん。ミゾレモン。どうやらミゾレモンが協力していてくれたようですね。ミゾレモンはおそらくバルチャーだろうな。後で餌を食べさせてやろう。ジャッカルは生きてるのかしら。ジャッカルは多分ラテさんだぞ。何か根拠が。人を吊るすのが三度の飯より大好きなラテさんがスキップ入れてるからな。根拠があまりにもひどすぎる。いやーこれ4人が生きてそうだよな。さっきスキップにめちゃくちゃ入ってるし、多分第三陣営の人たちがスキップ入れてくれてるからな。ま、もうどちらにせよ私が人外なら負けだし、その線は諦めてくれ。まあとなるとバナナキルの候補黄色しかもういないんだけどね。個人的には白も結構怪しいですけど、ローズキルの時って白どうしてました。いやーその時メメさんと紫の議論が激しくてもう忘れちゃいましたね。まあそれなら仕方ないな。ローズキルされたターンはバナナに結構視認されていたはず。そのバナナはもう死んでるぞ。バナナー、黄色釣りますか。もう誰か釣る、というよりタスク勝利目指す方が硬いと思いますよ。ナイスサポートミゾレモン。そうですね、もう4人外生存なら投票で人外釣れないしタスクやるしかないですね。何で投票ギリギリだったな。多分クルー全員黄色投票で人外全員スキップ入れてるんでしょうね。ミゾレモンに餌をやるか。っていうかこれ何でタスク終わりそうですけど大丈夫ですか。まあ大丈夫ではないだろうな。冷静、このターンで終わらせるつもりでいくぞ。でもそうなると最低3キルは必要よね。それに加えてジャッカルも落とさなければなりませんが。任せておけー。とりあえずボタンはもう押されすぎてほぼ残ってないはず。ここはとにかくタスク妨害のコミュサボ、そして棒立ちキルクール待機。圧巻の立ち姿
姿です。ここには湧かないだろうし移動する必要性がないな。ちょっと小腹が空いたしハンバーガーでも作るか。この余裕である。あれだけ人を食べておきながらまだお腹が減るんですか。クルー中身スカスカだからな。勝手に裏設定を追加していく。とりあえずバルチャーはここまでした。1個も食べてないはずだから、もう正直言って警戒する必要はないな。みぞれもんは完全に仲間になったわけですね。逆に言うならみぞれもんがワンチャン狙うなら私たちについていって死体を食べるくらいしかないだろう。クールが開けたから獲物を探すぞ。お供しますの。今誰かコニョサボ直したな。おっと、相方とラテさんね。これは絶好のチャンス。ラテさん、協力してくれてありがとうな。君はここまでだ。極悪非道。あっきら説、みぞれもん、ご飯だぞ。みぞれもん。まあいいか。切り替えの速さ全一。そもそもあいつバルチャーだしな。ざまあ見やがれ。で、手のひら回転速度が尋常じゃない。おっとガンマスさん、一緒にミーティング行きましょう。お靴の方磨かせていただきます。あっと扉開けるの難しいな。三下小判ザメプレイ。マリサさんにプライドはないんですか。あれれ、扉は私が開けますよ。ガンマスさんは開けなくて大丈夫ですから。残りあと10秒か。ブサオさんも合流したわね。どうにか死体を発見できるかですが。クルー目線の応援始めるのやめろ。あとはただここで座してますのみ。これでジャッカルが生きてたら面白いんですけどね。残念ながらもう生きてはいまい。キルクルー開けたな。で、ガンマスさん、お命頂戴いたす。粘り切った。インポスター有利構成でドヤ顔しないで。納豆レベルのネバネバでした。クリスマスもアモングアスする狂人の宴。アモングアス好きすぎだろ。今日は茶色のマヨさんが相方ですね。そして役職はカモフラージャーと。カモフラージャーって何？雑すぎる説明導入パスありがとう。カモフラージャーは今表示しているみたいに全員を誰が誰だかわからなくすることができる。はい、説明終わり。あまりにも雑すぎる。会を追うごとに説明する気がなくなっていっていますね。もう多分みんな知ってるよ。っていうか開幕ボタン意識みんな高すぎるんだが、なんだこれ。開幕ボタン押した人が勝ちだと思ってる？勝負の外で戦う人たち。さてここからが真の勝負だ。ちなみに今回はインポスター2、マットメイト1、シェリフ1の11人局です。最近定番の構成になってきてるわね。これいい感じのバランスなんよな。とりあえず展望デッキでまったりクール貯めていこう。入る前に自分で扉を閉めていく。これが後々の伏線となってくるんだよな。目先のことにとらわれず対局を見れるようになろうぜ。なんだこいつ、今日も楽しそうだな。さてせっかくの能力だしどんどん使っていくとするか。ヒヒ、カモフラージュ。なんか地味だな。あんたの使い時が悪い。人が固まってる時だったりキルした後の逃亡に使うのが強そうです。まあ使うたびに死人を取りづらくなると思えばありだな。そろそろキルクールも開けるしキル位置探っていくぞ。サボタージュは入れなくていいの？2ターン目はバイタルアドミン見てる人多いイメージだからな。できればキルした後にサボタージュを入れて時間を稼ぎたい。一応考えてはいるんですね。まあでもいい加減ボタン入っちまいそうだからさすがにやるか。こういう時のとりあえず停電。他サボだと位置固まっちまうしな。さて誰がいねえが、いたわ。本当にキルに全くためらいがないですね。虫を潰すかのような勢いでキル。ボタンで死体消してくれねえかな。一応ここでカモフラージュ。さてこれはどうなるでしょうか。2ターン目だからわりかしボタンで消えそうではあるけど、まあただ1が1ですからね。誰かいるけど離れるべきか。いやここはボタンで死体消えるのにかけてバイタル前で城取りに行くべきだな。うわあ、レイラーさんが死んでるぞ。しらじらしすぎる。演技力ゼロ。早くみんなで探しに行こう。性悪説を一人で支える女。ガンディも助走をつけて殴るレベル。なんか今日若干ラグいな。さて相方さんはキルはしていないと。まあここにキルはかなり詰まりそうだったからよかったわね。紫が死んでたのは23秒前くらいです。死んだ瞬間をバイタルで見てました。確か停電になって2秒後くらいかな。自分が停電を貨物で直してます。紫の死人情報って誰かあるのか？自分が紫をコックピットで置いていってます。それでエンジン方向に抜けてそのままボタン押しに行ってます。じゃあキルは左側で起きてるって感じですね。とりあえず自分視点アウトバナナに白出せますよ。停電ほんの少し前くらいに電気室で茶色、黄色とあって、バイタル前でライムと合流したな。だから死んでるのが左ならそこら辺のメンツは届かないはず。そうですね。左側で死んでるなら無理だね。自分もバイタル見たところでライムとかと見合っているんで。となると白と自分しか残らない。ちょっと待ってください。何ですか。待つけど釣りますよ。自分シェリフなんでまだ釣らないでください。また嘘ついてるんですか。命拾いしたな。雑キルが神キルになってて草。これグサオさんがマットメイトなんでしょうか。いや多分単純にグサオさんの視界外ギリギリでレイラーさんが後ろからついていってたまたま見られてなかったとかじゃないかな。そもそもマットメイトなら市民情報出す必要ないからな。何にせよ運が良かったわね。みぞれもんがシェリフじゃないならそのまま二人ロラできてそうでしたが。まあせめてグサオさんだけでもここは吊るさせてもらおうか。極悪非道鬼畜マリサ。ゴロの良さが異常。まあせっかくだからボタンもクルーに押してもらうとしよう。いけみぞれもん。みぞれもんに任せるのだ。ポケモンかな。でもこれグサオさん視点容疑者一不透明ですが。まあそこら辺はなんとかなるだ。シェリフ対抗いなさそうなんで一度整理しておきますか。自分が貨物で停電直しててラウンジ方向、バイタル方向の人に囲まれている形になるので全視点無理位置なはず。バナナローズ青で白取り合い、緑もまあバイタルから来てたので無理と。で自分と茶色と黄色で停電前後に電気室で見合ってるな。それで白がシェリフならやっぱりピンクしか残らない感じになりますね。自分アドミンチラッと見てたんですが宿舎前あたりについてた気がするので、そこら辺でピンクがキルしてそのままボタンはありえると思います。いやそうなると自分視点は3ライン繋いでるのは考えにくいし、もしかしたらこれシェリフ乗っ取り。それは1人しか死んでない現状では
かなり厳しい線だと思いますけどね。いや、確率的に低いのはそうなんですが、とりあえず自分釣りで人材落ちないので吊るしてもいいですけど、まだ全人材残っているという思考でお願いします。いや、さすがにこの盤面でのシェリフ乗っ取りはないと思うけどな。いや、でも最後白がカミングアウトするタイミングめちゃくちゃ遅かったですよね。前にもネネ村でシェリフ乗っ取りが成功した事例もあるので頭には入れといてほしいです。まあないとは思うけど、オッケーだぜ。クルーの命は儚いな。あんたのせいで生き、これはインポスターかなり有利となりましたね。タスクもまだ全然進んでないだろうし、ここからはまったりと行こうか。村は1インポスター落ちてるとこれで想定しているでしょうからね。まあこのターンは1ターンキルなしで様子見安定だ。ここで死体なしだと1人材落ちてるという思い込みが強まるからな。珍しく慎重な立ち回りです。タスク余裕があるからこその立ち回りだぜ。相方さん初手コミュサボ入れてるわね。まあこのターンボタン押させるなら全然ありだな。今直さずして疑われるのは微妙だし、ここは普通に直して白目稼いでおこう。やっぱりクルーの時より人材の時の方がサボ直してますね。クルーの時は身に迫る危機に震えてるからな。ゲームへの没入感が半端じゃない。ゲームだからと甘える思考を許さない。ブラックネネ村、ナメクすると鞭叩きされるからな。刑罰が江戸時代方式なんよ。順当に進化してください。おっと、ここでボタンか。さてさて、キルは怒ってるかな。キルはなしと。相方さんもここはキルなしで様子見を選択したようですね。ん、し、死んでる。あれ、黄色が死んでますね。かなり直近に死亡したみたいですが。キル起きない時間で調整して押したと思ってたんですが。実際シェリフのキルクールで見てた感じ、本当にギリギリって感じでしたよ。とりあえず青は絶対無理です。最後ミーティングにいたので。自分は白のすぐ後ろに最後いました。電気室です。コミュ、ブチコでメメさんとバナナとすれ違ってます。最後自分だけキッチンにて浮いてるのでキルできない位置とは言えないですね。自分も同じく最後宿舎前で一人で浮いちまってるな。自分も一応浮いてるといえば浮いてるけど、メメさんとライムに挟まれてるから客観視厳しいんじゃないかな。そうですね、バナナは多分厳しい位置だと思います。自分も貨物あたりで浮いちゃってます。となると浮いてるのがメメさん、ライム、茶色の3人になるんですかね。まあでも左側2人若干白目ですけどね。すれ違ってそんな時間経ってないんでキルしてたら結構リスクあります。これはキルタイミングバッチし判明しちゃってるし、にインポスター容疑者1だし、一転して厳しくなってきたな。とりあえず釣りが入らない方向で進めていくしかないですね。で、どうします？まあでも候補3択かつさっきの釣りで1人材吊るせてる前提ならここ釣りなくていいんじゃね。いやー、でももう白はほぼシェリフ置きで進行しちゃってるわけだし、白に進行してもらった方がいいかもしれんな。なんだったら自分が誰か切ってしまってもいいですよ。いや、ここで撃つ人決めて撃つ感じなら普通に吊るした方がいいと思うけどな。停電とかで事故が起きかねないから。あ、それは自分も同意ですね。まあじゃあもうここはスキップでタスク進行することにしましょうか。なんとかスキップにできたな。でもこれ自利品じゃない？まあ結局候補は3択でその中に2インポスターですからね。私たち、マヨさん、レイマリさんの3人ね。しかもその中でレイマリさんが一番白い位置入ってるからな。まあでも1人材落ちているという共通認識がある以上、簡単に釣りは入らない。とりあえず8人から一気に勝つのは現実的じゃないし、人数を削りたいわね。そうなると一番最初に処理すべきはシェリフのミゾレモンです。ミゾレモンは良くも悪くも慎重。こちらがいきなりキルされることはほぼないと考えていいだろうが、他のシェリフみたいに自爆はしてくれないだろう。おっと、ここでボタンです。なかなかいいタイミングでボタンを入れるじゃないか、イエモンさん。ここまで悪くないキルペースですが、そろそろ追加キルしないとまずいかもしれませんね。とはいえ候補が絞られている以上、バレバレなキルは命取りよ。まあ私に任せておきなさい。開幕キッチン脇でミゾレモンは湧いていない。左下は序盤にタスクを済ませる方が多いですからね。アップロード読みでキッチン、石油からメインと北上発見。これは会えなさそう。シャワー、アーカイブの扉も少し前に閉めてから開いてないわね。それならここはあれだな。私はまだボタンを残しているし、ボタンをしに来た人キルして死体消しを狙おうか。市民少なめで決まればかなり強い戦術ではあります。これでミーティング付近に誰もいなかったら厳しいけど、私の日頃の行いからしてそれは考えられない。頼むぞ。お、あれは？バイタル調整してから押すか。死が日常とかしてる。ミゾレモンの死を忘れないであげて。ん？もうちょい待とう。落ち着きすぎでしょ。まあバイタル情報残りがちだからな。逆にアドミンはそろそろ時間制限で見れなくなっていそうです。あー、なんていうか、残念でしたね。シェリフ特攻、なわけないですもんね。さらばミゾレモン。来世でもセリフ弾けるといいな。とりあえず城の市民情報は誰かありますか？市民情報はないですが、自分とバナナはキル無理な気がします。あれ、もう一人近くにいなかったでしたっけ？それは緑ですね。はい、なんでここ二人は無理と。メメさんってどういう経路でボタン押しに行ってますか？確か緑と脇位置同じだから経路偽装は難しそうだな。ここは素直に話しておこうか。キッチン脇、石油電気メインと移動してメインでタスク。さっきのターンボタン押しに向かったが、城に先押されてたことに気づいてエンジン宿舎ミーティングと移動していってそのまま押してるな。死体消しあるかな。まあそれは全然可能性としてはありますね。でもピンクで1インポスター落ちてるっていう進行でいくなら、ここでライムはもう白ってことになるんじゃないですか？むむ、これは非常にまずいぞ。何がまずいのよ。1インポスター前提でいくなら、前ターン段階でライム茶色、私たち以外は全員隠しろ。そんでここライムが白出されると、私たちと茶色しか残らないですね。そうなるとロラされちゃうかもってことか。そういうことだ。まあマットメイトの存在もあるし、2ラインで隠しろってことにはならないが、他の人たちは白取り合えてます。自分は今回に関しては浮いてますね。同じく自分も結構浮いちゃってます。自分も同じくすね。まあ前回含めでここメメさんと茶色の2択なんで、ロラでいいと思いますが。まあそれもありだな。
アップな。ドラ提案の話が出るのがギリギリだったおかげでなんとか助かりましたね。あと30秒あったらあんたか相方のどっちかは釣られてたわよこれ。まあしかしそうはならなかった。もう次ボタン押されたらロラ開始してしまう可能性が大。ここは3キル取りに行くしかないぜ。3キルなら全然ありますね。お、しかも相方と同じ場所に分けたぞ。これはミーティング門番行くしかない。よしよし、これはいけそうだな。あとは踊って意思疎通を図る。相方さんためらいなく走っていくわね。あれ、これ伝わってるか。なんか嫌な予感がするんだが。きっと伝わってますよ。上で待機してるのよきっと。まあそうだよな、きっと大丈夫だよな。さてこのターンは気合い入れていくぞ。ここボタン押しちまうのかよ。もう押されてしまった以上なんとかするしかないですね。いやこんなんなんとかなるわ。なんとかなりました。なんとかなるのかよ。みんななんだかんだガバが心配だからな。そうでなくともクルー目線マットメイトのラインもありえます。今回はスキップとなったが次会議からロラしようという流れになっちまってる。ならここでなんとしてでも3キル通すしかないわね。気合い入れていくぞ。とりあえずキルクール溜まったらすぐキル入れたいから獲物を探そう。次ボタン入れられたらさすがに終わりですからね。とはいえ残りボタン持ちはバナナのひなみきだけだ。優先的に狙いたいとこだけどひなみきも警戒してるでしょうし、いいポジではキルさせてくれなさそう。ここまで来たら小難しい考えは不要。おっと誰だか知らんが獲物発見。首置いてけ。了解、首置いてけ。名も知らぬクルーよさようなら。選ばれたのはライムのレイマリさんでした。相方が1キルして私が次も即キルすれば理論上あと30秒で試合に勝利できる。ハイパー騎乗論。キルクールはまだたまらないし、ここは普通にコミュサボ方向に向かおう。割と次のキルクールまではたまりそうな気配あるけど、あと20秒だからなんとも言えんな。ローズのオパパロンさんが左下回りでコミュ直しに向かってたらセキュの死体バレちゃいますよ。お、相方しか来てないならコミュ前門番で勝ちでは。ただ相方のマヨさんは私たちがキルしてること知らないからね。直しちまったか。うん、踊っても意思疎通できなさそうだよな。でもここはさすがに私たちだけで3キルは無理がありますよ。まあもう相方にお祈りするしかないな。それはそうといただきます。おやつ感覚で消費される命。なんとか2キル目までは決まったわね。ここからはどうするんですか。相方が1キル入れてくれるのをお祈りする。いつもの。私はもう十分に手を尽くした。今生き残ってる人の中でマットメイトっぽい人もいないし、最後まで人頼み。信じろ相方を。あ、ローズの死体がエンジンと宿舎の間の通路にありました。これ何を言おうがもう私と相方のロラになる気しかしないんだが。もうどうしようもないですね。わかりやすいバンジキュース。でもコミュサボ直したの自分とメメさんなんですよね。他の3人って。いやもう前回からの話で結局メメさんと茶色しか残らないんですよね。それにコミュサボ死体1と近いし、切ってからそのままコミュサボ直しに行ってるんじゃないですか。ああ、なるほど。まあ自分ボタンまだ残ってるんで最悪外してもきっちりロラできますね。よかったよかった。じゃあ茶色吊るして続いたらメメさん釣りますか。よかったよかった。茶色からでよかったですか。自分は茶色の方が怪しいと感じているので茶色から行きたいですが。ああ、まあどっちからでもいいぜ。どうせロラ入るなら私からでも大丈夫。必死にスプリット狙ってて草。もうそれくらいしか勝ち目がねえんだよ。茶色投票します。あ、終了のお知らせ。今回はよく頑張りましたね。もうこんなん負けだよ。どうしろって言うんだ。おとなしく罪を認めろ。いやこれリアクターで2キルワンチャンあるんじゃ。なくはないけどな。すでに心が折れている。ここボタン持ちがひなみきだけなのは共通認識となると、そこでひなみきキルしても他クルーはボタン押されないのを不審に思ってミーティングに探しに来る。考えれば考えるほど絶望。いやまだだ。私はまだ諦めないぞ。中身他の人に変わった。状況がヤバい。リアクターで勝負する気になったんですね。いやリアクターはもう散々やり尽くされているし、勝負しても勝ちは拾いづらい。さっきキッチンに湧いた時を思い出したんだ。テントの上でナメクするイエモンさんの存在をな。そういえば確かに遊んでたわね。そこでイエモンさんを切る。そしてコミュサボを鳴らす。それだとすぐに直されてボタン押されて負けでは。よく考えろ。ひなみきはボタン前待機するとなると、必然的にサボを直しに来るのはコミュサボを直すのが致命的に下手なら手さん。あんたら言いたい放題ね。直るのが遅ければひなみきが様子を見に降りてくる可能性もあるしな。これはいけるかもしれません。あんたらラテさんを舐めすぎでは。いやでもこれくらいしか勝ち筋が。これは熱い、熱すぎます。おあまりの衝撃に人の言葉を失ってる。これは熱い、熱すぎるぞ。あはは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 。え、一体どういう状況なんですか。さらばひなみき、長い戦いだったわね。逆転に次ぐ逆転、シーソーゲームでした。マジで疲れた。お疲れ様。ほんとギリギリの戦いでした。どうしたのそんなうんうんうなって。もしかしてここからの進行に悩んでいたりとか。いや編集でちょっと悩んでる箇所があって。ゲームに集中してください。試合中に編集する尊重のクズ。まあもうタスク勝利を言う盤面だからな。タスク終わってるからって何やってもいいってわけじゃないですよ。うるせえ、正論で攻めてくるな。っていうかさっきから何見てやがる。見せもんじゃないぞチレ。はぁ、あさっきは編集の邪魔がいたが今回は集中できそうだな。あれ、またレイラーさんが。
何が楽しくて回っているのだろう。いい編集者ってのは動物に好かれちまうんだ。動物かっこ羊。この状態でガン虫を決め込むスタイル。回りたければ回るがよい。君がこうしている間にも私の編集は進み続けているぞ。他人と比較した進捗でアドバンテージを稼ぎに来てる。アドをむさぼるもの。さてこのままもうちょっとこの試合中に編集を進めるとするか。さて今日もやっていくぞ。本日の相方はみぞれもんだぜ。相方さんよろしくなんだもん。役職はデフォルトインポスターと。一周回ってちょっと珍しいですね。本日の構成はインポスターに、マットメイト、ジャッカル、シェリフ各1ずつの12人局です。チャンネル登録、高評価よろしく。ついでにツイッターのフォローとご飯、お風呂掃除まで任せた。強力のツボ。視聴者さんをママと勘違いしている。さて2ターン目からクルーをしばきにしばき倒していきたいと思う。大体インポスターがしばかれてる定期。メメ村インポスター勝率地獄ですからね。そこで勝利していくのがキリサメマリサさんですよ。ところで今回は恐怖と狙ってる動きがあるんだよな。ほう、その動きとはなんだね。まあ見ておるがよい。とりあえず除染室で停電を入れてキルクールを貯める。最近キルクールの貯め方が雑になってますね。まあ別にこことかしときたら動けばいいだけの話だからな。そろそろキルクールが貯まるから配置に着くぞ。配置？急げ急げ。どこに向かっているんですか？向かうのはエアーシップ屈指のキルポジ。電気室奥だぜ。とは言ってもそんな都合よく人がいるとは限らないでしょ。逆に考えるんだ。車で待てば 100% ここでキルできると。カメかな。サボってるだけ定期。余裕のない奴らめ。釣りを楽しむ心の余裕を持て。作戦名釣り。お？ありがとう。それしか言う言葉が見つからない。こんな作戦でキルされるクルーに涙を禁じ得ない。電気室の奥にも3年というやつだな。あそこに3年は気が狂えそう。とんでもない言葉を生み出さないで。いいポジでキルできたし誰かと市民作りに行きたいな。リアクターでボタン止めつつ白稼ぎしに行くぞ。と言ってたら死体発見と。私たちがキルしたのは青ですし、相方さんかジャッカルのキルですね。まあ青の死体がバレなければそれでオケ。ブツコの上タスクの奥で紫の死体発見しました。黄色とローズって紫と一緒に移動してませんでしたっけ？いや自分には多分茶色から白出してくれると思いますよ。いや白は出せないですかね。一応自分が発見少し前にコックピットに入った時にすでにローズがアドミンを見ていて、自分はそこのタスクをやった後ブツコにしまいに行ってレポートの流れだから、その前とかにキルしてる可能性もあるので白弾きはできないと思います。自分はむしろ水色から白出してくれると思ってたんだけど出してくれないの？自分は水色がブツコ奥に行くのを置いた状態で米川抜けて、その時にエンジン側から来る茶色とすれ違ってる時系列だよ。え？その後戻ってきてたら全然あると思いますけど。なんか会議聞いてる感じだと茶色と黄色は白っぽいな。まあ少なくとも相方の髪キルではなさそう。これはジャッカルのキルっぽいですね。まあここつまらなさそうなら青のキルの話しても良さそうですけどね。青の市民情報ってあるんですか？かなり前ですけどバイタル前いましたね。だいたい40秒以上前くらいかな。それだったらピンクが貨物側からアーカイブ移動してきてた気がする。その時バイタルって通りました？いや貨物脇で金庫タスクやって、そこからラウンジアーカイブなんで、バイタル方向には行ってないですね。まあ一旦スキップで。相方さんが右側にいたってことはやっぱり紫のキルはジャッカルで良さそうだな。そうですね。それなら左側のキルを遠慮なくガンガン詰めちゃいましょうか。このタイミングで2キル起きてるし、ジャッカル釣れたら9人盤面。もうジャッカルと協力し合わなくとも勝ちを全然狙えそうだものね。むしろジャッカルを釣りで処理できた方が美味しいまである。確実に処理したいからロラで2人は持っていきたいな。ていうかこのターンエンジンは相手から動いてない。圧倒的やる気のなさ。いやこの時は次会議でどう持っていこうか考えてるから頭は働いてる。体も働かせてほしいところですが、どうせすぐにボタン押されるからいよいよ。ここ見られたら間違いなく会議でツッコミはいるけどね。察してくださいって言えば飲み物でも取りに行ってたのかなって勝手に勘違いしてくれるよ多分。下水道の汚水みたいな言い訳。相手の善意につけ込んでる。メメ村はそこら辺ホワイトなので。結局今って青のキルを詰めようってことでよかったですか？まあ聞いてた感じよくわかんなかったですね。左側4人の誰にも白が出てないから少なくとも容疑者4人でつまらない印象。実践だとローズと水色のどっちかがやってるんだろうなって印象だけどね。いや茶色は全然弾けないですけどね。ここは左側のキル詰めた方がいいんじゃないか。青が40秒前の市民しか出てないのに対し、紫は死体1、直近までの市民も出てるわけだし、かなりローズ怪しいんだけどな。話を聞いている感じ。むしろこの4人の中ならかなり白い位置にいると思ってるんだけど。左側から議論をそらしたそうな姿勢がめちゃ黒く映っちゃうな。それにブツコークって呼ばれにくいポジでセルフするのもなさそうなんだよな。それがローズ視点出てこないのが広報広げたがってるように見えちゃう。ということでここはローズと水色のロラを提案しておくぜ。え、黄色も弾いちゃうんですか？話聞いてる感じ黄色は無理じゃないか。ブツコークに水色を置いて出て行った時に茶色とすれ違っている時間軸らしいし。ちなみに水色はブツコから上か下どっちに抜けてるんだ？自分はキッチン方向に抜けて最終的でカメラ見てますね。となると紫が上から来てたら茶色、下から来てたら水色が視認しそうだよな。黄色がキルしてる場合ってなかなかの奇跡が起きなきゃ厳しい。そう、ということでやはりローズ水色ロラでいい気がするから私は投票しておくぜ。
よし、釣れた。強引に釣りに行ったわね。それに薄いとはいえ、一応候補4人なのに2人ロラはなかなかリスキーです。まあ最悪キルした犯人が釣れてなくても私視点問題ないからな。それにしてもローズか水色にジャッカルはいると思ってるが。実際詰めるときにそんなに嘘は言ってないですからね。その12人4人が井村である程度博打打たないとクルー視点厳しいから、この釣り提案は村視点からもありだとは思うぜ。まあそれで投票集まってるわけだしね。さて張り切って水色まで吊るすぞ。こういう時しかボタン押さないですね。他の時に押すとアドソンになっちまうからな。これはインポスター視点からもプラスになり得るので押しどく。安定のアド取りの置きな。このアドは生きて蝶まで届く。リピズ資金かな。よし、これで残り8人と。青の話は完全に消えたわね。ひたすら紫の死体の話をしてたからな。青の死体はなかった。いいね。圧倒的理不尽。リーサルに必要なのはあと2人か。さすがにここからワンターンキルは厳しいわね。まあ人数が減れば減るほど死体はバレにくくなるからな。タスク的にも割と余裕あるし慎重にキルを狙っていこうと思う。そして体はまた電気室の方向へ。また釣りですか。電気室に向かうだけで批判される実況者。まあ実際電気室置く待機はなしではないんだけどな。ただ2人一気に来た時とかは恨めよね。同時に来てたらキルする前にさすがに気づいて回避できそう。まあ時間差で来られるのはどうしようもないな。致命的欠陥を抱えてますね。相方がコミュサボ鳴らしたので向かうぞ。バナナが逆走して電気室に降りていきましたが、マットメイトの可能性もあるかもね。コミュサボに向かう人少なそうだな。それならコミュサボキル狙っていくか。そのタイミングでボタン入ったら完璧ですね。お、直してる？ここはしっかり直すのを待ってから。アクア滅びた。また一つ平和になりましたね。そして完璧なタイミングで入るボタン。まあコミュ内だったからもはやボタン入らないのもありだったけどな。めっちゃ浮いてるんで先行っておきます。貨物ラウンジアーカイブシャワーと移動しています。貨物脇から上回りで最終1電気室で完全浮き。私はコミュサボ直してるぜ。自分とオレンジはミーティングなんでお互いちょっと難しいと思います。そうですね、ここは白だと思います。そういえばコミュサボ向かう時にバナナが逆走してたのは見たな。あの時タスク進捗度2だったんでタスク優先の姿勢を貫いてました。そう、それとその時メインからエンジン側に移動するラテさんを見てます。うわ、そこ見られてるの厳しいわね。でもコミュ前ではラテさん見かけてないな。あと茶色の移動経路ってどんな感じですか。自分はメイン脇で電気室降りてセキュ、そこからずっとテープタスクです。で茶色はラテさんをメインで見たりとかはしてないんだよな。見てないですね。黄色もシャワーメイン電気と通ってても同じくラテさん見てないと。はい、見てないですね。となるとバナナがマットメイトで嘘情報出してるっぽいな。これそのコミュに向かうと思うんだよな。バナナが見たっていう緑の動きだったら、まあなんで自分もかなりメメさんが怪しいと思ってますね。仮にバナナの言っていることが真ならラテさんが宿舎前もしくはブチコ側に抜けているということになるが、少なくともブチコ側はないと思うんだよな。まあとりあえず視認情報が真なら少なくとも白は弾ける状態だね。うん、あまりよろしくはないな。ただ相方さんはかなり白息入れていますね。最悪託すこともできそうな感じだ。だが別に即釣られるという感じじゃないんだよな。ローズと水色のロラで人材が落ちているという村の共通認識があるから、そこを詰めたっていうので若干白印象稼げているのかもね。バナナマットメイト説で押せるかは微妙なとこだけどな。まあどちらかというなら相方に託す方向のが現実そう。いいんですか？死んでしまったら動画にしにくくなりますけども。3時のおやつより取れ高が好きなあんたが。いいんだ、私の犠牲で相方の取れ高が取れるのなら、私は、それで。1ミリも思ってなさそう。安心と信頼の裏切り。冷え切ったやつらめ。相方がコミュサボ入れたし、ここは積極的に直しに向かおうか。相方に託すとか言ってたのに早くも白稼ぎしようとしし、これは息汚い。金と信頼はあって困らないからな。ま、とはいえあまりコミュサボみんな直しに来ないっぽいから、さっき見たくコミュ前でキル入れるのはありかもしれん。メテオさんがすでに直してますね。さっきと全く同じ状況で笑う。何か嫌な気配がする。あれ、キルしないんですね。やっぱり様子見に来てやがったか。ひな兄さんがしっかり手足に来てました。なんとなくそんな気がしてキル我慢してよかったぜ。偶然定期。うむ、このターンは厳しそうだ。まあタスク余裕あるし慎重に行きましょう。相方のボタンでリセットと。お、相方キル拾ってるのか。しっかり白い血削れてるのはいいですね。あ、死んでるんだ。オレンジは一回も見てないな。いや、オレンジの死体、見つけてます。ボタン前に転がってました。え、どういうこと？ミーティング上がってボタン前のところで、オレンジの死体があり、それを白が踏みつけた状態でボタン押してました。他の人誰もミーティング付近で見かけてないので白確定ですね。自分は普通にボタン押しただけなので状況何もわかっていません。茶色がなすりつけに来てるって感じです。まあロラしてしまいたいところだけど人数的にロラはできないんですよね。白は釣り入るなら茶色までロラしてほしいって感じですよね。そうですね、茶色が死体位置で嘘をついているのは間違いないので。うん、これこのまま行けば結局相方が釣られていきそうだな。ライン切りして逃げ切り狙ってくか。よし、白釣るか。裏切りまでの決断が恐ろしく早い。ほんの少し前まで仲間に託すとか言ってなかったっけ。そんなことを考えている時期が私にもありました。まあ証言的に茶色の方が白っぽいし白に入れとくね。さらばみぞれもん、来世では長生きできるといいな。儚い命でした。みぞれもんの命を使い私は白くなって逃げ切るぜ。みぞれもんもきっと喜んでくれているはずだ。許せないもん。みぞれもんの犠牲を無駄にしないためにも頑張らないとな。でもこれまだ残り5人よね。ここからはどうやって詰めてくつもりなの。まあ適当に1人キルして1人吊るして勝ち狙うかな。ことも投げに言いますね。そのためのみぞれもんの犠牲だ。ここまでの釣りを思い返してみろ。ここまでの釣り、ローズ、水色、白と釣ってきてるわね。すべて私が吊るした位置だぜ。つまりここまで続いていることから自分が人材を吊るしていると主張するわけですね。まあ実際に人材は吊るしてるだろうしな。
城を吊るしたわけだけど、ここからどうする？まさか自分このままロラされちゃいます？いやー、ロラはいらないんじゃないか。もう決め打ち盤面だったと思うしな。まあとりあえずここでサボがない時点で2インポスター残りはないと見ていいですね。ここまで来るとマッドメイトが生きてたらどこかと繋がってそうですが。まあその場合だとそれこそここサボが入る盤面だったんじゃないかな。無理やり一人キルしてれば投票で負けなくなるわけだし。それは確かにそうですね。二人が落ちてる想定でとりあえずタスク進行でいいと思うけどな。メメさんが少し前にバナナが怪しいって言ったのはどうしてでしたっけ？ああ、それは確かコニャサボ中にメイン電池と逆走していたのと、バナナは緑がメインからエンジンに抜けたと言っていたが、私がそこを通った時にはいなかったしコニャサボにも来ていなかったことから、視認情報を偽装している可能性があると思って言っていたことだな。ああ、なるほど。というかもう時間ですね。布石は負けたのでこれでうまいこと誘導していきたいって。え？みんな投票サボってる。一票でひな兄さん釣られてて草、しかも私が入れてるわけじゃないんだよな。ま、これも実力のうち、実力とは、実力かっこん。都合よく一人減って4人になったからここから2キル通しに行くぞ。リアクターで狙っていくの？それもなしじゃないけどまだ切羽詰まってないしな。おそらくもうみんなボタンも残っていない。ここはゆったり、慎重に狙っていくぜ。さて気力も開けたしそろそろ狙っていこうか。とりあえずバイタルマンいるかチェック。こういう場面の時はバイタル張り付く人結構いますからね。まあしかし今回はいないと、扉も閉まってるし来ていた気配も感じられないな。どこら辺でキルするの？まあ正直もうどこでもいいけど、あそこの扉長らく開いてないならここら辺当分人来なさそうだし。と言いつつ電気室奥はチラ見しに行きますね。ここには何か吸い付けられる魔力がある。というかマジで誰もいないな。このままタスクで負けろ。残念ですがこの試合は勝ちます。唐突なネタバレ。おっとそのタスク一回ストップね。極悪非道。そして隠れる陰キャ。最悪バレた時も戦えるようにケア。今はただここで待つのみ。クルー早く来て。仲間の思いを背負ってるから負けられないぜ。まあ殺したのはマリサさんなんですけどね。みぞれもんも地獄できっと応援してくれてる。みぞれもんを勝手に地獄に送るな。残念だが地獄送りは妥当。とんでもない言われように涙が溢れるのを抑えられない。そしてその涙を私が拭うマッチポンプ。この世の汚い部分を凝縮したような立ち回り。無事キルクールも開けましたと。ホイットじゃあみんなリアクターに集まって。ちびまる子ちゃんの始まりみたいな掛け声。こんな殺伐としたちびまる子ちゃん嫌すぎる。速攻でベントで上登って探しに行くぜ。ここで死体発見されて負けろ。限界まで私を貶めようと必死。おっとブサオさんこんにちは。ほい私の勝ち。これにはみぞれもんも激怒。何気にローズもマットでしたね。前回に続いて今回もチカーモンやっていくぞ。相方はグサオさんと。役職は久々のモーフィングですね。配役はエビルハッカー1、モーフィング1、ジャッカル1、シェリフ1、捕獲ルーの12人局です。ちなみにジャッカルはサイドキックを作れない設定になっているぜ。お、開幕グサオさんと脇一かぶり。いやーこれどうしよっかな。ねえどうしましょうねー。会話の中身ゼロ。お、お二人さんこんばんは。このフェイクタスクもしない堂々とした佇まい。一周回って白いだろ。んなことはない。さてまったりやっていこうか。やば、めちゃめちゃついてくるんだけど。今回はタスク余裕あるのでラテさんについていってみるとしますか。まあみんなチカーモだとタスク全然やらないにもかかわらず、設定ミスってタスクを2の11個だからな。終わりだよ。チカーモでタスク11個は終わらないですよ。ラテさんもそう思いますよね。うわこれ絶対人材だこわ。はい、絶対人材絶対人材。タスク終わらないって言っただけなのに、どうせここら辺の人みんなインポスターなんでしょ。村が疑心暗鬼に包まれてるな。どうせそんなとこにタスクなんてないんでしょ。フェイクタスクバレてるぞ。ラテさんまた嘘ついてるの。いやありますありますから。絶対フェイクタスク。いやメメさんこそ人材。今回もさ騒がしいな。ラテさんここだけの話教えてください。私絶対に言わないので。いや本当に違うから。勇気が湧いたらここのベントに入ってくれよな。いやベントに入れる役職じゃないんですって。ここで起きたことは絶対に他言しないと誓うよラテさん。何？なんでこんなに疑われてんの？これは日頃の行いですね。日頃の行いだな。50歩100歩ほらさっきイエモンさんいたでしょ。イエモンさんの方が怪しいとは思いませんか？爆速で他の村民を生贄に差し出してきましたね。ラテさんさすがだな。仲間を裏切ることにかけては他の追随を許さない。ブーメランの刺さり方がえぐいわね。ほらイエモンさんがあっちに逃げていってますよ。やべ。あん、なんだこの二人の反応は？なんだろうすごく嫌な予感しかしないぞ。どうせこっちに行ったら、ほらやっぱ叱ったじゃん。予想可能回避不可避。グサオさん、嘘だよな？停電でラテさんがどっか行ったって今叱った？これに人材わかりましたよ。グサオさん行けるか？レイムさんこれは？私たちには救えぬものじゃ。ツイッターでよく見るやつ？あーもうこれに人材わかりました。暗くて何もわからなかったがどういう状況だったんだ今の？とにかくこれウパさんとグサオさんが人材です。死体位置はキッチンの下、展望側くらいですかね。確かに自分もそこら辺行ったらレポート最後叱ってた気がする。でウパさんとグサオさんが直前そっち側から走ってきてたんですよね。しかも死体のことについて話しながら。あ、もうグサオさん、言ってやっちゃってくださいよ。仕方ない、言わせてもらおう。自分がシェリフです。うはは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 。前も見たぞこの展開。またシェリフのっとりだろこれ。はい、対抗の方はいますか？対抗が出てこないということは死んということでよろしいですね。これまた完全にやってるわ。死体がどうのこうの話してたのバッチリ聞こえてましたよ。え、いやでも対抗が出てきてないですよね。そのパターン先週もやってるよ。というかそもそもイエモンさんも死体の近くらへん歩いてましたよね。もう死体レポート光ってたけどあえて走り抜けてやったわ。ほらやっぱイエモンさん人材じゃん。状況整理するとこれウパさんが元シェリフのマッドってとこか。そんで死体スルーしたイエモンさんはジャッカルの可能性が高いと。全人材露出リアルタイムアタックですか？じゃあグサオさんにウパさんを切ってもらうのはどうでしょうか。
ほう、いいと思いますよ。それだと負の連鎖が続くだけですよ。もうとっとと釣れよ。え、これ誰に入れたらいいんですか？わかんないから代わりに他の人に決めてもらうとするか。ミゾレモン、どうしたらいい？ミゾレモン死んでるよ。もうグサオさん、ウパさん、イエモンさんまでロラでいいんじゃないの？やっぱウパさんをグサオさんに切らせるのが一番じゃないですか？じゃあ自分がレイマリさんエンジンで切ります。じゃあ自分がそれで切られたらグサオさん吊るしといてください。うおーおー、誰に入れればいいんだ？誰か指示をくれー。とまあ結局スキップと。なんだこのこの世の終わりみたいな会議は。会議がごちゃついたおかげかなぜかスキップになりましたね。まあ仮にもシェリフ対抗なしのシェリフカミングアウトだからね。いけ、お土産頼むぞ。仲間のピンチよりも目の前の利益に必死。こうなったら私も追加で仲間を作るほかあるまい。安泰ビルハッカーじゃないからマットは作れないでしょ。そんなものなくとも仲間は作れる。ということでマヨさんちょっとこっちに来てくれ。はい、なんですか？エイペックスやりますか？え、エイペックス？そうだな、エイペックスやるか。あ、もう足から逃げるな。最近エイペックスにハマりすぎでは？最近インしてる時の大半はディスコードでエイペックス表示されてるからな。恥じろ、己を。いやー、さっきの試合でメメさんにボコされてもうダメだなって。ってことでもう今日はエイペックスやりたいですね。まああれは私が強すぎたな。実際の謙遜がないこの姿勢。実際は仲間のおかげでいき。まあじゃあそんなマヨさんにいいことを教えてやるとするか。実は私はだな。は、はい。いやここだとダメだな。ちょっと秘密を明かしたいからこっちに来てくれ。何ですか何ですか？いやここだと他の人に聞かれる可能性がある。もっとだ、もっと安全なところへ。何ですか教えてくださいよ。マヨさんに正体を打ち明けろ。自分の本性を見せてやれ、キリサメマリサ。キラヨシカゲ、マヨさんここから起こることは絶対に秘密だぞ。は、はいって、さっき調子乗ってたらテさんか、ざまあ見やがれ。え、親の顔より見たムーブ。いつも通りで安心しました。これはイエモンさんやってますね。え、何言ってんだグサオさん。イエモンさんが目の前でラテさんを切っていったのは見てます。そこから追いかけようとしましたが逃げられちゃったので通報しました。いやグサオさん、シェリフで目の前でキル起きたなら俺キルすればいいでしょ。追いかけたけど逃げられたって言ったじゃないですか。こんなんどっからどう見てもグサオさん以外の何者でもないでしょう。これ自分が責任持ってイエモンさん切りますよ。ブハハ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 ハ、やりたい放題かよ。あ、そうですね。じゃあイエモンさんをグサオさんに切ってもらって切れたら無限ループ始まってるぞ。この会議さっきも聞いたな。もうそこ3人全員するしとけ。メテオさんそれしたら負けますよ。本当に勝つ気でやってます。っていうかどういう状況だよ。死体位置くらい説明してくれ。そうだそうだ。ていうかレイマリさんも死んでるけどグサオさんがさっき切るって言ってなかった？もうこんなんグサオさんですって。いや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 、スキップスキップ、これはグサオさん釣りでしょ。ここはグサオさんにイエモンさんを切ってもらって整理し直しましょう。こんなんグサオさん人材でしかないでしょ。だから自分シェリフですって。んなわけないだろ。シェリフ信じれないのはヤバいって。始まったわ。イエモンさん検定1級資格保持者なのでイエモンさんの指示に従うぞ。イエモン今日入信します。グサオさん登場、グサオさん登場。嵐のような会議だった。これは粘りのグサオさんでした。てかあんたがスキップ入れてたらスプリットしてるじゃないのこれ。家庭の話はやめよう。大事なのは結果。今こうしてグサオさんが釣られたという事実のみだ。安定の同族狩り。しかも仲間が釣られてる姿を設定欄で見えなくする鬼畜ぶり。ゲームオンが会議中うるさかったんだもん。しかもみんなグサオさんに入れるかと思ったら思ったより灯籠ばらけてた。人材を釣る人材ってマジ？やってしまったことは仕方ない。こうなったらこの灯籠を最大限に活かしていくぞ。さすがアド取りの沖な。イエモンさん、イエモンさん。はいはい。私がグサオさんに入れなかったらスプリットして釣れてなかったぞ。恩着せがましいことこの上ない。そうですね。ありがとうございます。なんですかこの大人な対応は。感謝しろよな。綺麗すぎる対比。イエモン今日入信してます。私も毎日お祈りしてるぜ。お、じゃあイエモンさんに次も決めてもらいましょうか。てかさっきってイエモンさん、レイマリさん、グサオさん、ラテさんエンジンいたんでしょ。二人死んでるんだけど結局どうなってるわけ。あ、ちなみにヒナ兄さん、レイラーさん、自分はシャワーいました。私とマヨさんもお互い白出し合える状態だぜ。はい、それは間違いないっすね。自分と八幡宮さんもぶち越したから一緒に停電直しに向かってたんだよね。でもうこれイエモンさんも人材じゃん。ほらやっぱ人材いたじゃねえか。そこにドラでいいでしょこれ。やめろ、イエモンさんは白だ。イエモン様への狼藉は許さんぞ。イエモンさん早く私たちに指示を、導きを与えてくれ。何がどうなってんだ。まあ任せますよ。任せますよ。じゃあロラしましょうロラ。わかりました。じゃあ自投票しときます。いやダメ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 。えー、それはダメ。イエモンさんが辛そうなので進行自分が変わりますよ。ここは間を取ってマヨさんに決めてもらうというのはどうだろう。イエモンさんの身元引き受けるからどうか許してやってくれないか。え、ていうかみんなこれ一体誰に投票してんの。まだ何も決まってないでしょ。みんな自分を信じろ。情報を冷静に判断して。つまりウパパロン投票ってことか。いや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 、あ、これもう終わったわ。グサオさんに協力していたウパパロンに投票します。これはさすがにウパさん釣られちゃうだろうな。ここでイエモンさんに入れたら投票から一貫性が失われるし、ウパさん投票にするか。これでまたギリギリで釣られたらどうするんですか。いやそんなことあるわけないだろ。奇跡って簡単に起きるものなんだね。また同族吊るしてるよ。2連続仲間吊るし。せめて私の手で吊るしてあげるのが情け。さらばだマットメイトウパパロン。これで残り7人ですね。残り7人はかなり厳しいわね。さすがにイエモンさんがジャッカルだろうが。どちらが勝つとしてもここから最低5キルは必要です。5キル。ナイスナイス。これは勝ちルートきましたね。よくわかってないけどよくここまで続いてるなこれ。さっきから私が入れてなきゃ連続でスプリットだったんだからな。みんなしっかり感謝するんだぞ。まあ、他同族狩り自慢してる。まあ自分は自投票入れてますけどね。謎すぎる。でもこれあれですよね。もうウパアンドグサは人材でいいですよね。
ね。まあさすがにそれでいいだろ。あ、ところでマヨさん、さっき言ってたが伝えたいことがある。そういえばさっき言う前にレポートなってましたね。結局何だったんですか？その前に約束してくれ。絶対にこのことを口外しないと。メメさん、メメさん。絶妙なタイミングで相方さんがコメサボ入れちゃいましたね。バカバカ。マヨさんのアホ。人間こういう時にこそ本性が出るものね。でもそもそもマヨさんに何するつもりなんですか？しかも出し仲良くしようかなって。へへ。嘘だということだけは分かった。これに騙される人いるんですか？あ、コメサボ終わった。なんか聞こえなくなってましたね。コメサボ中は聞こえなくなるからな。そうなんだ。ところで話って何でした？絶対に秘密にすると誓えるか？そりゃもちろんですよ。いまいち信用度が足りないところだが、まあ仕方あるまい。私の本当の姿を見せてやろう。うわぁ。秘密にするって言ったよな。うわぁ。そっちは袋小路だよマヨくん。いや当然、当然黙ってますよメメさん。チカーモですからねこれは。そうだよなこれチカーモだもんな。だもんな。ぶはははははは。まあこれチカーモだからな。そうですね、これチカーモなんで。ちょっとだけ待っててくれな。うわぁ。証拠は消す。確実にな。これで今日も安心して熟睡できる。キラークイーンマリサ、ここでもっかいキルクール貯めるか。そうですね。証拠浮きサボ鳴らして二人でどっちだってやりに行くか。ふふ、いいっすよ。じゃあ行きましょうか。モーフィング回復するまであと15秒くらいだけ待ってくれ。あ、オケっす。っていうかここに死体転がってるんですけど。え、すまん。ちょっと何言ってるかわからない。なんでわかんないんだよ。犯行がバレた瞬間 IQ 下がってる。まああと少しでモーフィングのサンプル貯まるから待ってくれ。早く貯めてください。よし、もう溜まるわ。マヨさん行くぞ。はい、行きましょう。マリサさんも珍しく勝ち筋を捨てて遊びに行ってますね。まあ1キルしたとはいえ現状1人材で6人だものね。え、何言ってんだ。あ、マヨさんありがとな。メメさーん。言ったよな、証拠は消すと。それに私がこの程度の逆境で諦めると思ったのかバカめ。魔法より裏切りが得意な女。よし、キルしたマヨさんの皮をかぶっていくか。これ死体から剥ぎ取りました。鬼畜でどうしらマリサ。しかもだからと油断するからこうなるんだよな。あはははは、完全にモテ遊んでる。メメントモリ、嘘だよな。マヨさん切ってメメさんと協力したかったのにな。あ、マヨさん。ま、マヨだよ。なんか怪しいなこのマヨさん。ちなみにレイラーさんもめちゃわかりにくいとこで死んでますよ。あ、イエモンさんもすでに1キルしてたんですね。となると残り4人。これはマジで勝ちが見えてきたぞ。あそこからガチで勝ち狙ってるのツボすぎて笑う。強欲のツボのことをツボって訳して伝わると思うな。扉は閉まってるけど昇降機跡だからもしかしたら上に人いるかもですね。ま、一応ケアしとこうか。逆にここでキルできたら大きいし。残念ながらここにはいないと。とりあえず停電入れて遅延するぞ。左下の配電盤近くめちゃんこ死体転がってますが大丈夫ですか？あ、まあ大丈夫大丈夫。次回ビル引いたら僕をマットにしてくださいね。甘えるな。だから君は負けるんだよ。ほいっと。え？か、勝った？なぜかメテオさんが死んでますね。まあなんだろうが勝ちは勝ち。こんな理不尽が許されるのか。ということで今回は終わり。チャンネル登録高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それではさらば。